もうそれでトップ、はいはいはい、うん、これで見ますんで、はいはい、はいまあ、これでちょっとパブリーズですわ、宣伝が。あ、急がんでよ、うん、こっち多分リセッシュでしたね。でも潜在系多いよな、うん、あとその後ジャランスペシャルウィークが流れましたね。あー、旅行うん、夏休みやからな、猫ちゃんでしたね。飛ばせんやつや、なんか。あ、そうそう、うん、そういうのあったりしますね。まあ、これで準備ある程度もう大丈夫、まあ、あ、ごめん、私水分そばに持ってきてないわ。あ、持ってきとき、うん、ちょっと今のうち、まあまあ急がんでやけん、準備をしてから。プシュ、まあまあ普通に、うん、下になんかラインが入ってる、これは。下にライン、白い。え、ひょっとして画面ずれてるんかな。まあまあ大丈夫でしょう。何やろな、これ、まあ、思います。向こうの仕様か、うんですね。あ、多分あのラインはあれやな、うん、時間の分のが、うん、今こういう風になっとんやな。どうなっとんやなって言うた。まあまあ縦にしたら消えるとかな。そうでもない、普通やな。多分なんかそれなんか再生のあのバーのやつやで、今どの辺まで行ったのやつやで、うんうんうん、まあまあちょっとなんかあのいろいろなってますけど、そしたらちょっと呼んでいきますね。今もゆっくりでやけんな、うん、岩上美希さんこんばんは、いらっしゃいませ。ベスさん、え、ライブということで、ちょっと、うん、今日は平日させていただきます、よろしくお願いします。中野由美子さんこんばんは、お邪魔しますということで、いらっしゃいませ、ありがとうございます。加奈さんこんばんは、いらっしゃいませ。もじさんこんばんは、いらっしゃいませ。有松太郎さんこんばんは、いらっしゃいませ。のぶりんさんこんばんは、いらっしゃいませ。ベスさんめちゃくちゃ嬉しいです、こんばんはということで、こんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます。カメラやっております。ゆるぷーさん、わお、こんばんはという方いらっしゃいます、ありがとうございます。岩上美希さん、平日ライブでラッキーということでね、今日はね、今ちょっとヘアセットの方にあのグスモブライス全部並べてるのを、ちょっと明日全部ここを片付けることになるので、その前に一回取っときたいなということで、ちょっとせっかく並んでいるところを共有させていただく流れになっております。とキラトカイさん、あら、ちょうど悪そうな猫さんのラジオ聞き終わったところでしたということで、そうですね、今日ニュースラジオ上げさせていただいたので、ちょっといろいろにはなってるんですけど、もうその流れでもうこれやっちゃおうと思います、よろしくお願いします。千尋さんこんばんは、今日 YouTube 楽しく見ました、ピンク髪の半透明の子が楽しみすぎますということで ね、 それね、ここでか半透明来るっていうのがちょっと意外やったりもしましたし、ピンク髪もどのぐらいのピンクで来るのかも楽しみですもんね。ちょっといろいろ並べるのを楽しみにしつつ準備していこうと思います。羽原美春さん、始まったわーいということでありがとうございます。ドール &DIY 豆田さんこんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます。陽子さんこんばんは、いらっしゃいませ。ケイレッドさんこんばんは、ラッキーですということでいらっしゃいませ、ありがとうございます。エラキョウコさん、ワルセンコさんこんばんは、ライブ嬉しいですということでありがとうございます。コワカさんこんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます。ダイスタンド JY さんこんばんは、嬉しすぎますということでありがとうございます、いらっしゃいませ。ペスさん、22時22分から開始です。あ、あ、お前綺麗に揃ってたんや。にゃんにゃんにゃんということでありがとうございます。もうね、あの、あまり考えずにやってたんですけど、ちょうどやったんやね。うん、あんまりそれは気にしてなかったな。うん、これはラグがあるけんわからんもんな。あー、そっかそっか。どっかにスタートとかの時間とかあるんかな。あまり考えてなかった。ね、でもなん、あ、でもわからん。終了時間とかそんなんでしか残らんのかな。あー、そっかそっか。うん。みーちゃみーちゃさんは嬉しいですということでありがとうございます。あずきさんこんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます。ラブリークルミさんこんばんは、お邪魔しますということでありがとうございます。いらっしゃいませ。というわけでね、まあ今日はもうグスマブライス全部並べてということで、まあ、これ、ね、ちょうどね、うん、まあ明日早ければ明日入荷で、うん、発送作業かな、明日早ければ ね、 だね、うん。だけどまあ入荷もちょっと台風の分でわからないっていうのが、そうやね。まあ、来るとは思うよ。そうやね。その瀬戸足の影響か、そうそう、うん、まあ淡路島から渡ってくるのかどっちかわからへんけど、そうやね。まあ、あとはまあ東京都内を抜けるに、うん、そのまあ集中豪雨的なに引っかかってなければ。うん、まあ多分こっちまでは来るかなと、うん、だから今回もその遅れる可能性も見て送ってくださってるんで、問屋さんの、あ、そうなん、それ言うてくれたん、うん、そうそう、あのちょっと時間かかるかもしれないんでか、今日の便でかになんか載せさせていただきますんで、いただいたんで、はいはいはい、うん、だからあの発売日だけ守ってくださいねっていうか、もちろんですっていうのをやって、だからあの早く届いてもなんか店頭に並ぶのは金曜日ですし、まあ、それも変わらないんで、うん、あの通販の皆さんの分もあの金曜日着の指定をして送らせてはいただくんですけど、うん、ひょっとしたら台風の影響でか遅れるとかが出るようやったらまた連絡させていただきますし、台風の到着がいまいちわからないっていうのが、そうやね、あのすごいゆっくりになっとるから、まあ速度はもともと遅かったんやけど、うん、確かに風速がその場所によっちゃ70メートル超えるっていうのは、うん、まあ強いなと、うん、だけどなんかその何線状帯かなんかわからんけど、うん、あの
むちゃくちゃ雨が降って遅れるもあるからな、風が強くなくても。そうそう、そういうのもありますからね。だからもう雨風の状況によっては、あの荷物が四国から出られないとか、そういうパターンもありうるから。まあ止まるわな。うん、だからそこに引っかからんようになんか出れたらええなとは思うんやけど、出れたところでか、次なんかね、どこであのトラックが足止めになるかもわからんですからね。だからうちらはあれやな、うん、まあ来た瞬間に営業所まで走るか、うん、もしくは境で の、 そのセンターまで持っていくかの二択がそこで、うん、そうやね、多分そこまでの移動はできんことはないんやけどっていうところですよね。明日でも入るんが何時か分からんだけ、夕方の5時とか6時になられたら分からないっていうんが、うんうん、ちょっとピンチやね。発売日には届けることは可能やと思うけど、うん、その台風をこう追っかけていく形になるか、うん、台風より早く向こうに行くかの、逃げていくかやけん、先に近く最寄りの営業所まで行けるかっていうところになるもんね。そうそうそう、でそれでなかったら、うん、荷物がべちょべちょになるのはもう避けたんよ。そうやね、一応その何を、うん、段ボール、うん、ビニールに入ってるやんこの頃のぐらいって。そうやね、なんかまあ浸水でもせん限り無理なんよ。そうやね、よっぽどのことがなければ、うん、やけど、うん、うちらのとこはそれプラスあの段ボールをもう一回上からやるやん。そうや、なんで中でか一回プチプチするから、カルガードにはなるというか、まあ、あとは今回はちょっと手間かかるけど、まあ、四隅全部貼っていこうかっていうのは、あ、それは思うな、一応やっとくんで。そうやね、うん、うん、里近さんこんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます。リーダさんこんばんは、ライブ嬉しいですということでありがとうございます、いらっしゃいませ。一応まあ、うん、夏休みということで。そうやね、まあその何も世間一般には、うん、もうお盆が終わったら夏休みなんか終わっとんと同じや、大人から見たらまあね、大人から見たらね、そのお盆も夏休みというか、うん、その休みなんかどうなんかよくわからんっていうまあね、もう正直なんか夏休みのお母さん全然休みちゃうっていうのはあったりするんやけど、うん、まあそう、うん、子供によるんかな、うん、その辺もあるやね。あとはなんかこう夏休みやからどっか何をお出かけしたらいかんとか、うん、それもなんかもうなしでも慣れたんちゃうかな、コロちゃんで。ああ、けどやっぱり外出する人はやっぱり増えたと思いますよ。うん、うちも言うたらなんか旅行はさすがに行ってないけど、うん、日帰りでちょっとお出かけはな、今年1日お休みいただいて行ったりしたじゃないですか。 あ、ね、まあ、あれは行ったところはあれなんよ、うん、あの一応 YouTube に上げて OK らしいんやけど、すごく微妙な感じやったから、うん、そうやな、あのとりあえずなんかあの収益目的ダメって言うから、そうそうそう、だからもしなんか収益を切ってアップしたとしても広告って勝手に入るから、だからダメやな、それのなんかあの区別がしづらいからやめとこうっていうふうにはなったんですけど、うん、行ったのはね、あの徳島の大塚美術館です。そう、うん、日本一入場料が高いのではないかって言われる、うん、ただなんかもうあの作品の数というか、まあ、実物の大きさで見れるっていうのと、実物大でもう世界の名画が揃うみたいな感じのところですね、まあ、プラス、まあ、要はまあ偽物か本物かって言われたら、うん、まあ偽物ではあるんよ、まあ、複製品というか、本物では複製品なんやけど、うん、その複製品のレベルが半端ないっていう、うん、そうやね、許可をもらって複製を作っとるっていう、そうやね、でそれでいて、うん、タイルで作っとるから、うん、触ってっていう、そうで全部原寸やから、そう、うん、触っていい、原寸っていうのが大事なんよ、触っていい、撮影していい、うん、うん、で SNS アップも OK みたいなところなんですよね。あとはあれやね、うん、あのなんて言ったんやんかな、その修復されるというか、うん、実物を飾っとるとこより、うん、明るいとこで見れるから、うん、本当に暗いとこも全部見れるっていう、そうやね、なんか展示しとるところがやっぱりなんか劣化を避けるためになんかちょっと暗めで展示してるような作品でも多いね、うん、そこで大塚に行ったらもうなんかちゃんとなんかライティングした状態で明るい状態で見れるとか、そういうのはありますよね。そうそうそう、でも多分あの行った時は良かったんか知らんけど、うん、一応そのまあ夏休みの真っ只中やったから、うん、あの何を、まあ、係というかそのボランティアみたいな人がいっぱいおって、うん、すごい説明を聞こうと思えば聞けれるっていう、そうよね、そこもありがたかったね、うん、それはすごい良かった、うんうん、夏休みの平日で行きたかったっていうのはそこで、そうそう、うん、なんかこれが土日だとなんかすごいごった返してしまうから、うんうん、それでもやっぱり多かったですよね。多かったけどあの思いのほか、うん、思っとる以上に海外の人がおらんかったけどびっくりした。あ、もっと海外の人がおるんかなと思ったら、うんうんうん、そうやね、だからまあ一通りもうすいません、ちょっとむせた、うん、一通り見ようと思ったら本当に何時間とかかるんやけど、まあまあうん、だからあの絵を見て、うん、絵の横のキャプションのタイトルだけを読んで、うん、全回がそれをしてったら、うん、3時間で済まない
全部キャプションまで読んでたんですか？いや、キャプションのタイトルだけな。タイトルだけ、うん、タイトルだけ読んでって3時間かかるかなっていう。3時間で、キャプションの、うん、あの内容まで読んでたら、うん、多分4とかかかってもおかしくないと思う。1日で見切れんかもしれん。いや、1日では見切れるんよ、うん、うん、やけどその何を、うん、おお、これが何とかかとか言って、うん、で手元でなんかあの資料を配っと見ながらやっとったら、うん、多分無理やろっていうぐらい。そうね、あの音声ガイダンスとか借りてかい見たらまた面白いんやと思うんですけど ね、うん、これは音声の案内ありますよみたいなあれじゃないですか。あそこまで行ったらさらに面白いとは思うんですけど。そうそうそう。あね、ちょっと続きいきますね。どこまで行ってたか、マロとウサギのティンクとココアさん、こんばんは、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ぬかのゆみこさん、おばあちゃんの手芸のお部屋を大人買いしました。お、箱から出すのもったいないので箱のまま飾ってますということで、まあそれでね、うん、まあその持っとるっていうのがなかなか安心できるところでもあるんで。そうね、だからこれを使おうって思った時に開けてもええですもんね、うんうん、そういやなんかリーメントのなんか新しいやつ注文してるのがまた来るみたいなんで、それもまた近々、あ、うん、カートの方と、あと、開封もさせていただくようになると思います。なんか、魔法使い系のやつですね。うん。うん、ベスさん、まだ夏休みなんですかね？今は昔と違って8月31日までないんですかねって。この辺は8月31日まであります。あれ、地域によるね。もあるし、小学校とかは、うん、まあ、31日まであるんやけど、うん、中学校とか高校とか、ましてや私立の、その中学、高校になってきたら、うんうん、もう、補習っていう、そうやね、補習じゃなくて、うん、もう早う学校始めようっていうとこが、うん、それはあります。新学校になればなるほど、うん、その傾向が最近強いかなっていう。ああ、その辺はありますね。であの、なんていうんかな、新学校とか、うん、そう、まあそれ関係なしにしても、うん、夏休みって結局塾が、うん、その入ってきて、学校がない日は塾があるみたいになっとるから、あ、まあ、なんかすごいよ、近くの予備校が。確かにね、うん、あのこの辺近所なんか、違う、予備校って言わんのか、もうあれ、あ、なんか進学塾か。あ、そうやな、もう塾だらけやからね、そうそうそう、この周りね、なんかどっちに歩いても塾があるみたいになって。そうなんよ、うん、まあそういう場所なので、だからなおさらね、うん、どうなんやろな、夏休みって、うん、もう、うん、勉強する日と変わらんのじゃん。遊ぶ子は遊ぶけどね。まあね。二分化されておるから。うん、それはちょっと思いますね。うん。えらきよこさん、30日、ブラトモさんと秋葉原にドーナッチャンお迎えに行く予定なので、台風されてほしいです、うんうん。雨で箱が濡れるのも嫌ですね、って言うんで。もう、だから、その東京とかこの前見てたら、うん、その何を、台風でも何でもないんやけど、台風並みに雨が降ってるとか、大雨降りました、ね、とんでもないことになってるのかとか、だって車がもう浮いてたもんな。浮いてた。なんかあのマンホールの蓋がなんかふわーってなってたじゃないですか。あれめったに起こるあの現象ちゃうらしいな、見たけど、ね、なかなかあの何を重ならんかったらマンホール蓋が飛ぶっていうのがないっていうのが、うん、なんかもうああいうのってかい、なんかそれこそ漫画とかで見るぐらいのもんやないですか、うん、あのビャーってなってるの。なんかマンホールの蓋が外れて下から水が溢れてるっていうのあるんやけど、うん、蓋が飛んでっていうのはなかなかないから ね、まあ、あの時、うん、周辺おられたから大変やと思うんですけど、うん、最近なんか雨降ったらなんかこうどか降りしますもんね。まあ多いね、この辺ではまだそれの分はないんやけど、うん、あ、昔と比べてなんかあっという間に川があってはないんな。そうやな、なんかいろいろ大変なことになってますけど、うん、まだこっちはあれやんか、うん、あのうちらが住んでるとこって、うん、横に丸亀城っていうのがあるから、うん、丸亀城の堀がまず満タンにならんかったらいかんのよ。まあね、うん、だけど満潮の頃やったらもう最初から満タンやったりするから怖いんですよね。やけど海よりそのまあ高いから、うん、まあね、うん、海がまず満タンにならんかったらダメっていうんが、うん、そこは、うんうん、確かに、ね、順番がありますからね。そうそうそう、うん、ローザパルマさん、こんばんは、ライブ嬉しいですということでありがとうございます。シュシュボボさん、夏休み終わりライブだ、こんばんはということでありがとうございます。いらっしゃいませ。破れた稲荷寿司さん、はじめまして、いつも楽しく拝見してますが、はいはい、私みたいなおばあさんでは少し恥ずかしくて、10月の子も可愛いですね、楽しみですということで、があまりおばあさんとか思わなくて大丈夫です。多分大丈夫だと思う。年齢層結構広いです。うん、お客さんで70代とか80代いますんで、うん、別になんか、うん、あまりそれをどうも思わないっていうのが。そうやね。で、なんか私みたいな年いったとか言うて、うん、いざ来られてみたら、うん、なんか50代とか60代なんかザラやから。多いですよ。いや、別に60代でも普通にいっぱいいますっていうのが。うん、そうやね。だからもう本当に、小学校上がる前後ぐらいの子から、はいはい、うん、もう本当になんかもう70代80代の方もおられるんで、もう年齢に関してはもう何も考えなくて大丈夫です。その男女も何も不思議も思わんし。そうやね、うん、結
構本当に様々な方がおられますので広いよな、うん、というかドール趣味自体がもともとなんていうかな男性比率は意外と多い、うん、うん、そうやねなんやかんやで多いやね多いよ、うん、で女性も本当に年齢層は広いので、うん、あのもう本当ブライスとかってあのリカちゃんみたいな子供の頃からっていうのとも限らんやないですか大人になってから始めてる方も多いから、うん、そういう意味でもなんかすごい広い感じしますよね結構比率その男女比率に関しては、うん、よくわからんもんなブライスとかその、うん、各ドールの分によって比率たちは DD とかになってまた変わってくるやんああそうやね、うん、各ドールでかいなんかこう年齢層と男女比率ってどのぐらい違うんやろと思う時ありますよ変わってくるよなうん、うんともともさんこんばんはいらっしゃいませマロとウサギのティンクとココアさん私が高校の時代でもおばさんですいや大丈夫ですよ8月25日ぐらいまででしたよ学校によって2学期始まる日にちバラバラだったよなっていうことであ、まあ、変わったもんな変わってますねまたあの何わけわからんその前期後期に分かれたりとかあ2学期制の時代があったりとか一瞬だったりとかそうそう、うん、元に戻ったりとか よくわからんのよありますあります、うん、そうやなそうだからあの北の方とか南の方とかで、うん、あの寒い地域やったら冬休みの方を長くして夏休みは早いとか、はいはいはい、いろんなパターンあるんですよね、うん、この辺はあの夏休みはもうからなんか7月の21ぐらいから8月いっぱい全部あるタイプ、うん、そうやね、うん、であの冬休みはなんかもう2週間っていう感じの決まっとるな大体、うん、それぐらいのエリアですね、うんフリーショコラさんこんばんはお久しぶりにライブ来れましたということでいらっしゃいませありがとうございますいらっしゃいませ岩上さん山田五郎さんのチャンネルでも紹介されてましたね大塚美術館一度は行ってみたい美術館ですっていう、はいはいはい、あ何回かやってましたよねやっぱり大塚美術館が一番有名になったんで、うん、あの美術チューンやと思うよああそうやねあの子供にやっぱりうん、うん、そうやねあの美術チューンはあのよくコンサートもやってますよねあと将棋のタイトル戦やったらするよマジであと紅白の時に中島みゆきが歌ったやないですかあそう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 、うん、そういうのもあるから、うんうん、なんか聞いたことあるとかはいはいはい、あの風景見たことあるとかが、うん、多分ちょいちょいあると思うんですよそうやな、うん、なんやかんやでいろいろやってますもんねえらきおこさんメルカリでリカちゃんのミスドをゲットしたのでドーナツちゃんと飾ろうと思います、はい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 、ですね、うん、リカちゃんミスド何回か出てますもんねうちもなんかあのミスドは制服欲しさに勝った時がミスドの制服は、うん、あの昔の白とオレンジの、うん、なんかあの何本当のワンピースみたいな時のが可愛かったかな、うん そうやね、あれキーチェーンの方で買ってでプチブライスに服着せたりしましたねそうそうそうああやってたやってた、うん、そうあの最近のやつは最近のやつであのリカちゃんサイズ出てたりするから出てます出てます、うん、それ着せるのも可愛かったりしますよね結構企業ものやっぱりな、うん、あのモスバーガーもあったりとかサーティワンがあったりとか、うんうん、あモスバーガーも買ってた、うん、あのモスに関してはあの普通になんかバーガーセットとかも買ってたそうそうそう、うん、やな、いろんな職業に出てるもんな、うんうん、ローザパルマさん最近リカちゃんコラボ多いですねフランフランとかファンケルお寿司屋さんまで欲しいものが次から次に出てきますあファンケルのパッケ見ましたよドラッグストアで、うん、ザグザグで見ましたよ、うん、結構、まあ、リカちゃんは企業コラボやっぱりしやすいやろねそうですねだってあスシローかなあスシローもやってたねどこやったかなスシロースシローじゃないなんか寿司やってたよな寿司やってた寿司え寿司三昧かなえでもそれちゃうな えくら寿司くら寿司のイメージないな どこやったっけ なぜ寿司屋やってたのは分かるんやけど、うん、だってあのトミカ模様やってるやんやってるなうんそうやねいろんなんやってるから どこやったっけってなるんだ、うん、ねシュシュゴホさんトイザラスでちいかわコラボリカちゃんとちいかわリカちゃん部屋を見たです、フランフランコラボもあのサイズ感なのかしらって、はいはいはい、あのパーツがなんかあの共用みたいになるところがあるらしいですねどれあのフランフランの、あの部屋のやつ、うん、部屋の方なんか仕様が同じっぽいから、うん、あのパーツ的になんかあの入れ替えできるところがあるんちゃうかみたいなのはなんかちらっと見たような気はするんですけど、うん、あの実物は私まだ見てないので、え、出てんの？あのちいかわの方は先に出ました。あ、そうそうそう、フランフランまだここからですよね。まだここからやね、うんうん、
いやね、奈良さんこんばんは。ジュニムーン新宿店の閉店のお知らせが出ました。さっき出ましたね。いらっしゃいませ、ありがとうございます。夜になってからそう、ね、うん、そう、あのこんな時間に出るんやって思って、なんか私なんか X の方でかになんか上がってるのが、はい、うん、それこそその分の記事というかなんか投稿が上がってかになんかあの8分後とかそのぐらいで見たんですよ、うん、こんな時間に上がったんっていうのはあって、そうやな、まあ自動でやっとんやろね、うん、やとは思うんですけど、そうか、あれかね、店が閉まってからやっとんかねかな、うん、なんせまあ10月いっぱいっていうことにはなってたんで、うん、うん、まあ原宿店10月いっぱいやけど、これの発売は間に合うんかね。だから今回のセブンストロベリーが多分ギリ間に合いますね。これが2020年10月の商品になりますんで、そうやな、これが最後の新商品の扱いになるんかな。え、あれあるんかな、ん、あのなんかよくデパートが閉じるときにその並んでから何年かありがとうございましたって頭下げてみんながありがとうっていう、あ、全然行ってないやつが並ぶんな。そうなんや、うん、ね、あの何のゆかりもないやつが行ってから一生なんか映るというか、わざわざスマホで構えて撮るんな、うん、ああまあね、そうそう、山ほど撮るんよあれ。それもな、いや、なんか老舗スーパー最後の日で毎回上がるから、あ、でもなんかそれってなんかそのデパートとかスーパーとかのもう建物ごと閉める時のイメージがあるから、あ、うん、その中のテナン一テナントがそれするかって言ったらイメージないな。いや、でもなんか馴染みの人は行くんじゃん。あ、最後だからずっとそこで買ってる人おるわけやん。あ、それはそうです。お花ぐらい私に行くんかな、どうなんやろ。でもなんか店員さんがずっと同じじゃないんか。あ、店員さんはこれでか、多分原宿店に移動になる方もおられると思うし。でも最後の日ってあれやん、やっぱり社長が来てね、うん、なんかありがとうはそりゃやるやろ最後。どうなんでしょう、そりゃ正直なところ、うん、オープニングの日だけ来るのはそりゃ普通やで、うん、最後の日こそ来るやろ普通は。うん、その辺のイメージが全然ない。普通来んの？いや、あのそういうところ居合わせたことがほぼないのでわからない。あ、そうなんや、うん、ほー、いや、うちアルバイトをちょっとしててチェーン店があったとこの、うん、まあ、大阪で8店舗ぐらいやっとったけど、うん、まあ、その何店舗かその閉まるんがあって、うん、社長行っとったもん。あ、もう今日はあのみんなちゃんと帰りまでピシッとちゃんと仕事して頑張ろうなえて、うん、朝一から社長ずっと出とったもんそこ。あ、で大変やな思っとったもん。あ、そっか、うん、私バイトしおる間にそこが閉まったことなかったからな。立てろって言うたん俺やから、うん、ちゃんと行って最後は見ないかんし、うん、ちゃんとしてる。いや、それが普通や思っとったけん、うん、いや、すごいちゃんとしとるなと思ったけど、うん、普通なんぞって言われたから、うん、うん、確かに普通っちゃ普通やけど、うん、まあなって言うて、あ、うん、でも確かにみんなやっとんかな、どうなんやろっていう、うん、でもちゃんと店長は最後おるやん。そうやね、なあ、でしばあれだんだん有名になってきたんや、やっぱ社長とかも来るようになるんじゃん、会長とか。ああ、そうなる。でも会長寝おるか、うん、なんか有名デパートとかになったら会長来るわけないもんな、めんどくさいから。めんどくさいからその時間もう家で寝てるようになるもんな。わーん。まあもう、エスチャーさん、ライブ嬉しいです、半透明肌のいちごちゃん楽しみですねということで、ね、そうですね、そうですね、ヘブンリーストロベリーなんかこう、うん、半透明クリームで出てきましたからね。最近なんかあの通常の子が半透明増えてきました？ありますね。ね、まあ、増えてきたでも、まあ、数は知れてませんけど。まあね、あ、まだなんかあのゾーイとこう、まあ、うん、ヘブンリーという感じではあるんですけど、うん、まあね、そんな感じであの特別感っていうんじゃなくてかい、なんか通常の中でかポッと出てくる感じになってくるのはそれはそれでええなとは思いますね、はいはい、うん、キャンディキャンディさんこんばんは、出遅れました、こんばんも応援しておりますということで、ありがとうございます。ズーミーさんこんばんは、ライブ参加2回目ですということで、ありがとうございます。前回はパソコンから、本日はスマホからの参加です、はいはい、最近昔宝から発売されたちびっこメイトシリーズ、ちーちゃんなども懐かしくて増殖中ですということで、結構ヤフオクで ね、あの状態にある、まあ、結構あるんで。そうやね、今はねヤフオクとかメルカリとかいろんなところでね、うん、売ってくれる方がおられるから、でまたポイントとかで買えるし ね、うん、そういうので集められるのもまた楽しかったりしますよね、うん。金原美原さん、スシローですよ、見ました。あ、スシローでやってた。ったそっかそっか。そっか、スシローなんかこの前あのストリートファイターのコラボしてたなっていうのイメージがあったりしたんですけど、ね、うん、そっか、やっぱりね、いろいろやってくれてるからね。うん、うん、うん。キャンディキャンディさん、グスマブライスもこんなに増えたんですね。並べると想像以上に華やかということでね。まあね、こう20人並べてますけど、あの21人になる前になんか1回これ収めとったらいいわ思って。まあ、不思議ですよね。ちょうど上下で10、10並ぶんで。そうやね。あの上の段がなんかちょっとね、あの安定が微妙によろしくないから心配ではあったんですけど、まあ髪の毛重いのが多いから ね、特にあの20番目の子とかは。そうやね、クローリスはねやっぱり髪の毛の量多いから、うん、あのそれであの
アレンジによってはひっくり返りやすくなったりするから、はいはい、もう今もうすっかり下ろしてるんですけどね、うんうん、油断ならんですねどこまで行ったかな、ナナナドールさんこんばんは、ライブありがとうございます。こちらこそありがとうございます。勢ぞろいすると圧巻ですね。スシローとリカちゃんコラボしてました、行ってきましたよ。 お寿司のセットを頼むとランダムで着せ替えできるキーホルダーがもらいました。え、それかわいい、かわいいな、いいですね。そっか、どこもなんかこういうなんかおまけみたいなんとかすごい力入ってますよね。まあ、でもリカちゃんやっぱり結構そういうのしやすいんやろね、うん、ですね。そうリカちゃんね、なんかそれこそあのファンケルのもなんかあのイラスト可愛かったじゃないですか、うん、これなんかいろんな可能性ありますよねリカちゃんって。シュシボーさん、リカちゃんにやってほしい企業コラボ、米田コーヒーお店屋さんそっか、あ、米田コーヒーは確かに喫茶店は やりやすいやろね、うん、うんうん、コメダコーヒーはあれですよね、あのケンエレさんがあのミニチュアすごい力入ってる印象ですよ ね、 なんか第2弾とかも出てて、先にするとしたらやっぱりスタバとやるんかな。スタバおしゃれ、うん、まあ、あれがおしゃれかどうかわからんのやけど、うんうん、あのスタバという存在がおしゃれな気になってしまうっていう、高いなと思ってしまうけんな、あのね、あのコーヒーが飲めないからスタバが、ね、いや飲めんことはないやん、いやいや私あんまり飲めんのですよ、うん、だからあのちょっとね、あの行く機会がなかなかないんですけど、はいはい、うん、それでもうん、あーなんかスタバかっていうのは思ってしまうところがありまして、まあなあ、うん、スタバなんでか知らんけど、うん、なんか香川県ってめっちゃあるんよ、うん、そうやね、コメダコーヒーもなんかほんのり増えてきてますよね、増えてる、うん、一回行ってみたいなと思いながらも近所じゃないからなかなかね、うん、でもなんか量多いんでしょっていうな、ね、なんか思った以上にでっかいのが来るっていう風には聞いたんですけど、うん、ちょっと見てみたいって思いながらも、でも食べきれんかったら申し訳ないとか思ったりして、いやもう、ね、ネットでメニューだけ見よったらええんちゃうもういやいや、まあね、うん、もみじさん、ブライスも推し活っぽいカラーのワンピース出るみたいですね。あ、なんか何色も出てましたよね、あの公式ページで感じだと、なんかアイドルとか言って書いてたの、そう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 、あれはあのジュニームーン の、 あの限定になるから、あ、そうなんや、うんうん、あれはなんかあのこっちの一般店舗の方には来ないタイプなので、うん、わあなんかいろんな色出てから楽しそうでかまんのですけど、うんうん、まあでも確かに、うん、まあそうやな、あのアイドルっていうか 今風のアイドルなんかどうかはよく分からんけど、うん、でもね、あの色違いがいっぱいあるのってちょっとワクワクしますよね。まあなあ、うん、もうちょっとなんか、うん、高くてもええけん、なんか、なんかもうちょっとなんかしてほしかったな。だからこの前もほら、あのセーラーのセットあるやないですか、ああありました、ね、ジュニムでちょいちょい売ってるなんか7000円か8000円近くするやつ、あのワンピースとセットになってるやつ、あれもなんか新色でとってなんかちょっとわっと盛り上がってるのが見えてたから、うんうんうん、やっぱりああいうなんかあの色のバリエーションっていうか楽しいなって思うし、あれってうちのところにも来る、あれ来ないんじゃないかな、このから売れたけもうないか、うん、あのセーラーワンピースのやつはあの別のデザインのやつは今、うん、入荷してるやつまだ店頭並べてないのがあるんで、うんうん、それもまたちょっと処理していかないかなと思ったんですけど、なるほど、うん、まあね、枝京子さん、新宿店堀江店オンライン限定のワンピース可愛いですね、これのことですね、うん、私はピンクをお迎えしようと思います。5色か6色ぐらい出る分、うん、そうそう、あのずらっと並んどったでしょ、はい、あったあった、うん、いや、あのやっぱり色バリエは絵ですよ、うん、昔私もなんかあのコックコートというかあのワンピースの、ね、やりましたね、色違いいっぱい作った時あれ面白かったですもん、うんうん、ローザパルマさん、スシローとコラボです、あやっぱりスシローですね、はいはいはい、プチローセットというのがあって、お寿司にリカちゃんのキーホルダーシールがつくみたいですって、プチローセットって可愛い名前ですね、そうやな、この辺のネーミングも絵ですよね。スシローは何なん、あのくじ引き引く分じゃないんやな、あれですね、あのあれくら寿司、くら寿司のビッグラポンのことを言うてますね、うん、そっかそっか、それぞれありますもんね、うん、あのスシローは何なん、そのセット頼んだらもう絶対にくれる、漏れなくつくんかな、セットやからいうことかな、あ、なるほど、なるほど、いやもうね、それぞれのシステムがよく分かってないっていうね、そう、猫ポンさんこんばんは、参加させてもらいますということでいらっしゃいませ、ありがとうございます。マロとウサギのピンクとココアさん、やっぱりピンク髪が可愛いな、10月楽しみですということでね、ピンク髪もここまでね、あの 1,2 と来て3人目になりますけどね、グスマさんでも、はいはい、まあなんかピンクベージュとか入れてたらなんかさらに増えてはしまうんですけど、まあね、うん、それぞれねやっぱり髪色が違うので、今度のなんか髪色が誰に近いんかなとか、そういうのもまたコンビから楽しみですね。まあね、
うん、まあもう最終待ってみて、そうそう、次になったらまた届くの待つしかないっていうのが、そうなわけ。まあ、でもまあ今はもう明日出る分の方が、ね、うん、そうやね、どのぐらい黄色いんかなの方が、ああそうやね、どの子を下ろしてくるかとかになってきますもんね、うん、うん、ね、もうあれちゃん、あの売っとる店あるんじゃん、あ、いやいや本当に、うん、だってフライングする店は何もでもあるやろ、いやまあな、一応わかんないけどね、うん、あかんけど何よ、うん、黙って売ってるやろ、うん、いやマジで、うちは守るよ、いやうちは守らんかったら何かあったら困るから、いやまあね、うん、うん、まあね、ベスさん、ドール関係ないんですが、24時間テレビのチャリ T シャツの絵柄がジブリ、ハウルに出てくる犬のキャラみたいな絵柄で、可愛くて買おうか悩んでます。うん、あと、夏休みの話で思い出したのが、私の通ってた高校もとうとう廃校になるので時代の流れを感じました。あ、そういうとこも出てきますよね。高校が。ああ。高校が廃校。まあでも、あれやもんな、デザイン化がなくなったりとかたまにあるもんな。うん、あ、そっか。うんうん。そうやね。うん。うん、そっかそっか、私もなんか地元の方一つ高校なくなって、うん、あの別の高校となんかあの一部のなんかこう学科だけ併合みたいになってたね、はいはいはい、うん、そうやな、子供減ってるもんな、うん、うん、確かに、うん、あの時ね被服科がなくなったんや、あ、そうなんや、うん、でデザイン科は異動になったんよ、うん、うん、あったな、そういえば、なんかいろんなところでやっぱり廃校とか統合とかあるんでしょうね、その高校の中で専門学校みたいなとか専門的なことをやるとこって、うん、あった方がええと思うんやけどな、確かに、だってあの、うん、何よ、うちのところの近所やったら、うん、境出の方に行ったら料理専門の高校があるやん、ああ、うん、その学科あるとかあるね、うんうん、すごい何よ、時短できるやん、確かに、だって高校の普通科卒業して、うん、料理学校行って、うん、やるよりもうとりあえず現職の人が教えに来てやって、うんうん、でアルバイト買わなんな飲食でやったら、だからもうあのもう即戦力を作るっていうところになってくるじゃないですか、そうそうそう、だからもう目標が決まってる子はもうそこ行ったらもう本当に最短距離というか、うん、それでなんか実現できるっていうのはすごいですよね、だからそういう学科ってやっぱりあった方がええなと思う、うん、なんかこうないんか ね、 ねえ、もうちょっとなんか面白いの、あ、え、被服の方ってどの最終的にどういうとこ就職するの、あれってどうなんやろ、全然知らんのよ、うんうん、あんまり考えたことなかったな、その例えばもう行くとこまで行ったら、うん、高校でも声優とかやその何音楽もあるわけやん、うん、その何音楽家があるやん、音楽家ある、うん、でそこで図鑑目指す人もおるし、あ、確かにな、ね、でも声優とかできても不思議じゃないよな、あ、だからあの声優なりたい子は結局高校出てからなんかあの専門学校行くやん、あれもどうなんやろな、うん、だから私はなんかあの関わってた子たちが、だから自分が行ったとこじゃなくて関わってた子たちが、うん、やっぱりあのデザイン科とか行ってる子が多かったから、はいはいはい、うん、その後やっぱりそのなんかデザインするようなところの会社に就職してる子は多かったし、うん、かと思ったらなんか全然関係ないとこで働いててかやーとかいうのはあるし、そうやな、それこそなんかあのホームセンターでおったりとかするわけやないですか、ああ、そっか、うん、そうやそうやそうや、うん、うん、そうやな、ホームセンターで会うな、そうやろ、うん、うん、そういうのもあったりするから、まあなんかよくアニメージとかニュータイプこうたら、うん、あの声優学校とかアニメーター学校とか、うん、あ、会社の会社のあの分とか見よったらなんか、うん、あ、やっぱ行く人多いんやろなと思って、多いんやろなと思いますね、なんかなんかあれって今でもあんの、あの広告、うん、いやもう長いこと見てないけん分からんなあ、うん、どうなよ、ニュータイプ買ったらまだあの広告あるんかな、もともとアニメ雑誌までは買ってなかったからな、うん、ゲーム雑誌は買ってたけど、ゲーム雑誌は買ってたな、ゲーム雑誌にそういうの載ってないやないですか、え、ゲーム雑誌なんかコンピューター学校の、ああ、そういうのがあったか、うん、そうやね、なんか今でもあるんかななんか変な方向に話が流れてってしまいましたけど、ジャンプ買ったら今でもあるやん、あのトレーニング聞くの、ああ、通販まだ載ってるやん、で載ってる載ってる載ってる、ちゃんと見てなかったそれ、俺真っ先にあの何を、何を、読者応募のプレゼントの分がまだあるんかなとか見てって、ああ、うん、うん、そうやな、健在やったりするなああいうのな、それでなんかお、やっぱりスポーツ器具の分まだあるわと思いながら、うん、そうやね、ちょっと戻りますよ、シュシボボさん、ストロベリーちゃんコートがレトロ風味で、でも我慢しないと夫の目がうつろになっちゃうっていうのが、ああでもね、あのコート見た時に私やっぱりね、あのレトロママのコートの色を思い出しましたもん、あ、うん、あのブルー可愛いですよね、うん、うん、だよな、
そう、なんかちょっとなんか懐かしいものを感じながらも新しいものができてってるなっていうのはすごい思いますもん。もう一回なんかアケツンさんのとか出んかな、うん、あーそっか、俺アケツンさんの分で、うん、ハルモニアとかブライス出てほしいんよ。あー、うん、そっかそっか、レトロっぽさというか昔のブライスのなんかこう良さを引き出してくれそうな感じのやつですよね。そうそう、良さを引き出すか、アケツンさんのが、うん、やっぱり好きやし、あと、うん、アケツンさんの何人形作る分もあったやん。あったあった、やっぱりなんか絵柄好きやし可愛いな思うし、うん、そやね、うん、また、うん、そういうなんかドール公式の分で見てみたいっていうのはありますね。そうそうそう、うん、はねはねみはるさん、スタバ好きなのでリカちゃんコラボしたら嬉しいっていうね。実にしないのかなっていうのが、もうほんと何でもコラボしとったけんな、うん、意表ついてなんか銀だことかやってくれそうやなスタバか、銀だことゴーゴーカレーが今後出るって予想しとこうかゴーゴーカレーって何？え、おらないゴリラのゴーゴーカレー、私わからん。いや銀だことかやりそうでない？うん、いやなんか銀だこは可能性あるけど、カレーやったらココイチの方がまだ可能性がない？ココイチになったらな、どうなんやろな、ホットモットとかやるんかな、どんなとこやりそうなんやろな、弁当屋さんか、うーん、どうなんやろやな。だけどどうなんや、国内企業になるん？やっぱりああいうのってコラボって基本。いや外資でも全然やるやろ、いけるよね。うん、うん、だってリカちゃんもあれ仕事として割り切ってやっとるからな、うん、別に、うん、まあ大きいなんかイメージとしてかい、なんかありなところで企業とでかい、まあ、話してかいけるってなったところになるんやと思うんやけど、あとなんかおもちゃショーかなんか分からへんけど、うん、何リカちゃんの喋る分が今度出るやん、AI というか、なんか会場で待ってるよみたいな、会場であるらしいから、ね、どんな出来がええんやと思うて、なんかお話できるみたいになっとったやね。そうそうそう、だから何ディズニーの、うん、何言うん、クラッシュか、亀、うん、の分の、あんな風みたいに向こう側に何かしら声優さんがおって質問したら返ってくる方式なんか、単にこう何AI が適当に答えようか知りたいんやって爆笑クラッシュやな。いやクラッシュみたいな感じやったらおもろいなと思ってそうやな、気が利く返しができるやつやったらすごいやろ。そうこれ見たいよ、うん、見たいな確かに。みーさん、ワルソネコさん、こんばんは、初めてライブにお邪魔しますということでいらっしゃいませ、ありがとうございます。いらっしゃいます。今度初めてのネオブライスにプレゼントサプライズちゃんをお迎えします、はい、いいですね。もともと気になってた子プラスワルソネコさんの動画でファーストブライスにおすすめとおっしゃっていたのを参考にしました。素敵な動画いつも楽しく拝見しておりますということでありがとうございます。すいません、もうわざわざ。そう、髪がねストレートで前髪ありやからすごい扱いはしやすいと思う。髪がもつれる心配とか少ないし、うんうん、まあでもなんていうおすすめではあるけど、うん、いろいろこう何ブライスのとこ見てって、うん、本当に欲しいものが見つかったら、うん、それもあなたにとってのおすすめなんで、もともと気になってた子をやったからなんかさら良かったなとは思いますね。ぜひ楽しんでください、うん、と。シュシボーさん、スタバも良いっていうね、スタバコラボとかありそうでなかったね。そういえば どうなんやろな、リカちゃんあんまりいかんのかな。どうなんやろ、なんか学校終わりに行ってそうやけど、うん、なんかイケてるグループや思うから、うん、そうやね、確かにイケてるグループやもんな。あとはまあなんかこう何かしら漫画とかそのアニメとかコミックとやったりが多いと思うから、うん、うん、ナナドールさん、リカちゃんの CM がよく流れてくるのですがどれも可愛いですね。ファンケルのパッケージはリカちゃんがイラストなので購入をやめました。実写の方が好みです。ああ、はいはい、あ確かに、ね、ちょっとレトロな感じの、うん、イラストはイラストで可愛いんやけど、なんかこうあれやわな、実写をまあ、人形がおるっていうんでね、うん、それはちょっと違うかなってなるんやね、うんうん、あとリカちゃんママが推し活を語ってるシーンも可愛かったですよって。見た、あもう出とんや、見たショートの方、ちょっと前やったと思う、あ見た、うん、あれ良かったですね、うん、なんかリカちゃんとこの公式とあと、うん、何よキャッスルの分か、うん、服セットの分の、うん、今度こういうのがキャッスルで出ますよとかあるやん、あるある、うん、キャッスルやったんかな、まあなんかおるやん、うん、あの分とか見てるけど、うん、やっぱりたまに何よぶっ飛んだのが流れてくるから、うん、リカちゃんの公式はな、そうそう、うん、そこがもっと楽しかったりするんですよね、なんかこの双子の子供凶悪やなと思いながら見たりとかお父さんがヘロヘロになっとんとか言ったら大変やなと思うやって、双子ちゃんなかなか仕掛けてくるからな、うん、うん、ローザパルマさん、ファンケルはリカちゃんパッケージのマイルドクレジングを買って応募するとすっぴんリカちゃんが抽選で当たるみたいですよ。そうそう、プレゼント企画やってますね。そうなんや、うん、あれでも2000円ぐらいすんじゃん。いやまあなあ、
ファンケル、いつもなんかそのドラッグストアのなんかお誕生日席状態でか置いてるのをなんか横目で見て帰るんで、ね、まあね、いい、うん、場所になんか置いてあるとか思って見よるんですけど、まあね、誰もが知ってるキャラクターやからな。そうやね。小春日和さん、こんばんは。10月のこのイラスト発表日にライブ嬉しいですってことで、ありがとうございます。もうね、月末になったらなんかこうイラストが出て、最終が出て、最終の頃に発売日があってっていうのがもうパターン化してきましたもんね、うん、だけあれやろ、これで発売日に最終ケンドラ、ケンドラザビブリオファイルですよね。ケンドラの最終出るんかな、おそらく。なんかね、ここまでの流れ通りやったらそうなるんじゃないかと、うんうん、ここでかい、なんか残念でした前日デースとかいうパターンになったら、またそれはそれでか、まあ、おうってなるんやけど、まあある程度その分でペース作ってると思うから、うん、うん、ね、まあなんか次々なんか出てくれるのはちょっと楽しみではあるんですけどね、うん、キャンディキャンディさん、ピンクの透明肌は久しぶりですかね、楽しみです。イラストだとチークも少し上の位置で半透明との組み合わせでどう化けるかワクワクですということでね。実物見たいよな。そうよね、本当に最近ね、イラストの時の仕様の説明がもう簡潔になってるから、うんうん、最終までなんかこれはどうかなどうかなって考える時間ができますよね、うん、うん。マロとウサギのピンクとココアさん、私が通っていたところは合併して名前が変わって新しい学校として始まりましたよ、はいはい、ただ校舎には名前が変わる前の先輩がいたんで一期生感は全くなかったですが、ということで、そうやね、やっぱり移動してくるから、うんうん、あ、先輩おるっていう感じになりますよね。そうやな、うん、やな、そっかな。私がなんか知ってるその廃校になったところもその学科が一つ移動したところで、はい、校章が変わりました。そっか、うん、校章が新しくなった時に私は印刷所におったんで、うんうんうん、そこでかいなんか使う書類とかの分がいろいろ変わっていくのを見てました、はいはいはい、ね、校章の中にねめっちゃ点描打っとってね、うんうんうん、それちゃんと印刷に出るんかなってすごい心配になったりしたんですけど、いや、ちょっと思い出しましたね、うん。シュシボーさん、ストロベリーちゃんチーク上目なんですか、気がついてなかったかも、見てこようということで、うん、うん、私もそこまではなあんまり考えてなかった。だからあれ、その変わるから分からんのな、うん、そうの方から最終仕様の時にチークちょっと上目ですとかそういうのが出てくるかもしれないしいうところですよね。そう、なんかこうイラストだけでは分からない時も結構あって、私すっ、うん、とスルーしてしまった時があるんですよね。と、花とピアノさん、こんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます。小春日和さん、兵庫県に公立で美術科がある高校あります。3年間で水彩、油絵、工芸、日本画などすべて教科で教えてもらえて、研修旅行はパリでした。今もかなって言うんで、ああ結構ありますね、うん、うん、うん、うちんとこそのまあ親戚がデザイン科のその先生をやってて、うん、美術学、まあ、なんて言ったかな、美術高校というか、そうやな、なんかね、やってるけど、うん、結構なんか何を卒業制作とか見に行ったら結構おもろいな、うん、そうやね、あ、工芸高校って言ったんやんか、あ、そうやね、そうやね、うん、そうやね、みんなやっぱりなんかその若い子たちの発想すごいやね、うん、うん、あとはなんかその何を工業とかも最近面白いなとか思うよ、うん、うん、いや工業高校ってその何をガチでやっとるとことか、うん、専門知識入ってええなと思うし、うん、あと大工的なとこも、うん、もうやっぱええんじゃないかなと思うしな、うんうん、なんかこう DIY を教えてくれるみたいな高校とか出たらええんちゃうかな、最近あれやもんね、 YouTube のなんか DIY しよる人たち結構見よるもんね。 DIY は見るし、今本当に何よ、うん、時間ができたら電気工事士の免許が欲しい、おお、うん、それ思う時あるね、もうなんか頑張ったら受かるみたいに言おるから、でもなんか車より滑るって言うんよ。ほう。だけど、そんな免許なんや思うて、うんうん、でもなんか高校卒業と同時に取っとる子もおるやん、うん、電気科とか行ったら、ね、じゃあみんな持ってるんやと思うて、まあね、あったら助かる場面はね、そう、あれ あ,、ね、あったらその何いろいろと便利やから、うん、そうやな、うん、ないよりはあったら、そうやな、これまでなんかいろいろお願いしてたことがなんかスッとできるようになったりとか、そう、もう自分でできるんやったら、うん、だってめちゃくちゃ簡単なことやから、うんうん、ね、なんかエアコンとか自分でつけたいしな、それはまた大変やな、でもあれエアコンつけれるんよ、あー、そっかそっか、うん、
エアコン頑張ったらつけれるしな。頑張ったらって。いや、ホームセンター行ったら、あの真空引きのポンプとか貸してくれるんよ、この頃。フレアのキットとか。だから、まあ、ちゃんと、分かっとれば全然いいと。だってあれなんか見よ、電気屋さんがカリンキョールも自分で持ってないやつとか。ああ、そうか、そうか。何、壊れてしまいましたとか。まあ、そういうことはあるやろな。キャンディキャンディさん、シュシュボーさん、私がチーク上目が好みでイラスト判断なら正式には違うかもしれませんということで、まあこの辺は ね、まあ、正面目で見て、なんか、昔の場所ではなかったなと思うんで、まあどっちにしても最初の時には何か書き添えてくれてるかもしれないし、最近何あのデザインが発表の時点で情報が少なすぎるんよ、まあね、それぐらいの方が、あの先になんかいろいろ分かってしまうより縁かもしれないなって思う時はある。ヤカミキさん、10月いちごさん、お顔と髪色ペニプレシャスっぽさがあったら嬉しいなって今からワクワクしてます、楽しみということで、それペニプレシャスもなんかピンクの方向としてはまあまあ近いですよね、はいはい、あの子もあれか透け肌であるしね、そうやね、あの子はなんかベリーピンクっていう描き方に近いけどなんかちょっと違うかったんな、違う、なんかな、いろいろ変わるんよ。ベリーピンクの中でもなんかラズベリーかなんかやったんな。なんかな、あのデザイン画の時と最終の時でよう変わるんよ。あ、それもある。で、なんかこうさらに古い子になったら、その箇条書きがそもそもなくて文章の中で書いとるからなんかもう、正式なピンクの名前がわからないやっていうところとかね。だからもうそういうこと、今日あのちょっと話に出たいちごヘブンとかになったら濃いピンクぐらいの書かれ方しとって。そうそう。濃いピンクってなったんですよ、久しぶりに確認してね、だからあれって、何を本当あの昔の、あの宝富時代、ましてや宝時代のデータってほんま残してほしいんよ、そうやな、どんどんなくなっていくからな、全部なくなってるから、なんで全部消すんや思うしな、記録的なこと残しててくれたらいいんやろな、今なんかこうあのこの残ってるっていうのも公式ページが残っとるというよりは誰かがコピーしてかん貼っとるテキストがどこかでかんポロッと出てくるとか、そうやな、そういうレベルのことの方が多いやないですか、多いね、うちはたまたま全部持っとるけど唯一持ってないのが、宝時代やった時のブライスの6年か4年間ぐらいのデータがあんのよ、一体ずつ右目左目正面何かよ全部書いとんがあったんよ、あの分良かったんやけど、あれでもめちゃくちゃ誤字脱字があって、情報もめちゃくちゃ間違ってんのよ、そうやね、でそれ更新しよった時期が短いしな、そうそうそう、あれ欲しかったな、それぞれなええところがあっただけにな、あれで全部会ってくれたらすごい良かったのにっていうのはありますよね、金麦さんこんばんは、グスモブライス圧巻の景色ですねということで、やっぱり20人って感じ塊で並べたらすごいですよね、このぐらい並んだら ね、いっぱいあるな感は、もうこれ以上はなんか一品に並ばないので、もうここで一回並べといてっていう感じではありますよね、まあなあ、あと最初のうちになんか次の20を並べる時が来るんやろかとか思ったりもして、まあ、あとはあれやね、あのあと何ヶ月かしたら今年の発売したブライスを並べることがあるけど、そうやね、だん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 やっぱりこう寂しい時期があったやん、本当になんかあこんだけしか出てないんやっていうあるね、なんかグスモさんやっぱり最初の1年目というかどうしてもなんか12月で間切るようになるから、これで見たら 1,2,3,4,5,6 人か最初、でスタートして、でそこから少しずつなんかペース作ってくれて、今年はなんかもう1月以外はもう全部出てて、はいはいはい、ね、まあ、そういう感じでか賑やかになってきてるから、今ね多分今年の子たちは全部お迎え衣装で並んでるんですよ、上のなんか右の方ですよ、ね、はいはい、1,2,3,4,5,6 人か、右の上の方、こっちがね、そうやね、これをまたね、最近やからまあお迎え衣装で、そうやね、だからこのお迎え衣装で全員並べるのと、あともう最後あの12月に1回デフォ服でも全部並べるっていうのを楽しみにはしてますね、まあ、ディアとかもう出る時が時やったらもうあの鹿の子でいじられとったやろな、うわあ、それは考えてなかったわ、のう、そっかそっか、いや鹿の子私見てないけんよう分かってないんですけど、一応は一応見ましたね、あそうなんや、エスチャさん、ケンドラちゃんもストロベリーちゃんも可愛すぎて財布の紐がゆるゆるにっていうの分かります、確かに、ね、これ次々可愛いのが出てきたらなんか、あやっぱりこの子も押さえとこうかなってなっていきますよね、
もうなんか予算の範囲内で買い、もう最大限の情報みたいになりながら行きますけど、まあ、あのもし買えなかっても、うん、あの誰かが持っとると思ったら、うん、まあね、うんうん、あとなんか最近はなんかその出てからでもまだ考える猶予があるっていうことが多いから、あ、全然あります、うん、もうそれで見てたらね、 SNS で誰かが開封してヘアアレンジしたんとか、うん、お着替えしたん見てから考えようも可能なんで、うん、それから買いに行っても間に合うっていうのが多くなってるから、そこはすごいありがたいなって思いますね。もみじさん、私も高校はデザイン科でした。家のデザインとか指輪のデザインから作成までしました。陶芸の授業もありましたよって。いろんな授業あるね。ね、だって染め物とかもやるからね。ああ、そうですよね、うん、なんか彫金とかももちろん壺もやるし、うんうん、やっぱりまあ大体のことやって面白いし、うん、で遠足みたいなんも、うん、あの何よ、絞りの分のとこ行ってやったりとか、いろんなんやるんよ、うん、実際作ってみるところに行くっていうのね。そう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 、だから切り子やったりとかいろんなこと体験するよ。そうやね、うん、デザインかね、その、うん、デザイン系の学校はちょっと憧れましたね。面白いんちゃうかな、うん、から私もなんかそう高校行って本当はなんかその工芸に行きたかった子が、あのあんた工区違う気無理やでってかい、なんか親に騙されて進学校を取る子おったんですよ。あ、まあな、親としては頭ええとこ行ってくれと思うわな、うん、そうそう、なんかほんで高校入ってからあんた騙されとるでえっていうのを、うんうん、真面目な子やな、なんか素直な子やったんですよ、うんうん、そういうのもあったから。確かにな、でも今、うんどうなるな、大学出て、うん、そ変わるんかって言われたらな、まあ、確かに出たら、うんまあ、その選択の幅が増えるから勉強しとった方がいいのがあるけど、うん、大学出て結局そのスキルが活かせるところに行けるんかって言われたら、だけどその第一種国家公務員になるんやったら、うんまあ、それなりの大学出とった方がええんちゃうんと思うし、うん、ありますね、うん、だからまあその行って専門的な気象学とか学んで、うん、気象予報士になって俺ウェザーニュースに行くねんとかやったら、うん、全然ええと思うし、せやなもしくはあの気象チャンネル自分で開いてあやったらええんちゃう。そっかそっか、まあまあやれることの中で何をするかですよね。だからもう最近なんかその大学でかいなんか専門でかい学んだことと関係ないところで就職するとかのパターンもいっぱいあるわけないですか。あると思う、うん、だってなんか YouTube とかで見よったら、うん、本当になんか結局大学行った人が YouTube やっとったりとか、うん、高校出てない人もやっぱり YouTube やってるとかあるけど、あるある、やっぱり才能があったらそっちでやるべきやと思うし、うん、やけどその何を話をしおるのを聞いてみて、うん、言い方悪いけど、うん、勉強しとる人と勉強してない人の喋りって、うん、やっぱり聞いたらな、わかるよ。うん、まあ、うん、その辺はね、うん、いや、なんやかんやでか喋るの上手な人っておるけどね。あとなんか何よ、あの、勉強しとる人をバカにするチャンネルもあるわけなんよ。それは努力してきたことをバカにするのはやめた方がええと思うから、うん、あのチャンネルは嫌いやね。そうやね、うん、それぞれありますね。えらきょうこさん、ドーナツちゃん9月の子10月子と可愛い子のオンパレードですね。9月はドールショーもあるので散財しそうです。ドールショーもあるんや、ええー、なー。そうか、そう、世間はねドルショーがあったりねアイドールがあったりするんですよね。なんか都会の方がやっぱりそう羨ましいな思うな。それは思いますね。うちらなんかもう、あ、来週どうしない、行ってみようかと思える距離って、うん、なんかええなと思うしな。そうやね、そうか、うちらもなんかその東京が近かったらなんか行きたかったものはいっぱいあるやないですか。でも行きたいとかあるけど店開けるわけにはあかんなと思う時もあるし、ねうん、逆にその行ける距離やったら、うん、ドルショーの帰りに来る人もおるんちゃうか思ったら、うん、多分行けないんやろね。そうやな、だから昔話なんかそれこそアイドルウエストになんか行って出て、ええ、その帰りにそこのその当時のなんかトップショップさんちょっと寄ってみようとかやっぱりしよったもん。はいはい、そうやね、うん、そういう思ったらやっぱり店開けとかねえなっていうのは思うよね。うん、そこはね、あのちゃんとわきまえてせないかんねやろなって思いますね。だから多分なんかスタッフ一人がなんかイベント見に行ってとかになるんやろなっていうのは、なると思うよ、うん、ね。ピンクソルトさん、こんばんは。ライブ嬉しいです。今月のブラス発売前の雑談でしょうか、楽しみということでか、もうそんな感じでさせていただいてます。まあうすね、もうこの20人、21人目を置くことがここには不可能なので。そうやね。3段立てるって言ったらちょっと手間やからね。うん。で、また3段って危ないですしね。まあな、うん。だから今のうちにこの20人を画面に収めて話をしようっていう形ですね。
ベスさん、あ、ワルト猫さんライブ始まる前におもちゃショーの動画流れてきて見ました。リカとお話ししましょうみたいな感じで、ゼリフとともに 3D っぽいリカちゃんがランウェイを歩いてる感じの動画で、うん、あれですかね、やったことないんですが、ラブベリーみたいな感じのおもちゃっぽいのかなって言って。あー、でもどうなんやろな。でも今回のはモデリングすごい綺麗なかったもんな、うん、あの靴のヒールのところすごかったですよね。なんかすごいなんかボカロみたいな感じの服装になっとったし、うんね、なんか胸元のアクセとか、うん、かっこみすごいなと思ったし、そう、衣装かわいいって思ったんですよ、うん、わ、なんかあの今風やって思いながら見て、そうそうそう、うん、いやね、もうこういうのがどんどん出てくるんでしょうね、うん。シュシュボさん、リカちゃん電話で育った世代、リカちゃん AI か、受け答え会話成立しちゃうレベルだったらすごいな、未来生きてる感じがするっていうんで、まあでもどうなんやろな。あ、でもそやな、学習機能あるからな今の分って。いやですよね、性格付けとかできるからな、うん、うん、だけん、あの今から お話をしましょうっていう AI に言って、うん、であなたの AI の設定は女性で何歳ぐらいで、うん、語尾に何をつけるようにとか、うん、口癖がこうでそれで会話しましょうって言ったら、うん、その会話で話してくれるから、まあ、すごいな。だからどこの AI を使ってやっとんかしゃんけど、うーん、まあ、何かしらの AI をお借りするか、うん、お金払って、うん、またそれでまあチューンアップしてからリカちゃんに仕上げとると思うから、うん、うん、もしくはなんかもう本当になんか裏に一人中の人がおるかどっちかやもんね。クラッシュ？クラッシュ？クラッシュしとんかな。タートルになっとるかな。タートル。それだったら相当面白いしな、うん。声優さんがやっぱりおるかボカロでやるかどっちかやけんね。そうやね。うん。それはそれですごい気がする。まあ一日だけやって、でもその後あの何よ、あの VTuber の方で行かせれられるんやったらね。ああ、そっかそっか。それも可能か、うん、リカちゃんが YouTube でライブをする時代とか、まあアホが湧くやろね、難しいか。そしたらそこはもう何、あのモデレーターの社員が60人ぐらいでは足りんぐらいの、うわ、バチバチ消していかないかになる。いや、もうちぎっては投げが繰り広げられるやろな。うーん、大変だ。まあ縦読みでバカなこと書いてくるアホもいっぱい俺出てくると思うし、うーん、そっかそっか、うん、それ考えたらやったらいかんな。うーん、いやいや、ジーナさん、ストロベリーちゃんピンク髪はパスしようと思ってたけど透明肌となっていたよ、心が揺れていますっていう。あ、透明肌ってやっぱり威力上がるんやね。そうやね、うーん、か、私はまあ何、付加価値はつくわな、うん、やっぱり他と違うっていうのが、うん、まあ、例えば1年間12個発売されて、うん、全部が透明肌やって今度普通肌って言われたら、普通肌やったら缶をやめるはならんやん、多分その状況とは真逆やけん。その状況はね、まあ、けどなんか全部透明肌にすることは多分ないやないですか。ないないない、うん、そっか、だからうちらはなんかあの透明肌かどうかをなんか決め手にしてないというか、あまり、うん、うん、全部こうといて何言うてんねんっていうところはあるかもしれんけど、全部言っても今全てを持ってるわけじゃないけど、まあね、うん、あ、出るんや、あ、 CWC 限定じゃない、お、ラッキーぐらいの感じやけんな。うん、そうやな、うん、だからあの半透明肌が限定じゃないっていうのはちょっとおってはなるんです。そうそう、うん、なんかこう買いにくくないっていうのを、そこはな、うん、思ってしまいますもんね、うん、うん。里近さん、アニメージュニュータイプ、あちゃー、オタク青春を思い出しました。いろんなオタ活を巡ってますが、アラカンババになってからドル活移行するとは想像してませんでしたけど、ということで。ああ、でも別にもうアニメージュとかニュータイプとか、うん、その辺がもう何を、うん、オタク系の雑誌じゃないような気がする。ああ、そっか、うん、もう今となってはいう感じかな。もう違うやろな、うん、どうなんやろな。だってコンビニに置いてるしな、ニュータイプ。そっか、うん、うん、だね。だってそのなんていうん、うん、アニメイトに行って、うん、性別の比率がもう、うん、半々やん。まあ確かに、うん、どうなんや。だってこの前駿河屋行ったやん。駿河屋行った、高松の。ほんなら女性の方が多かったもん、やっぱり。あ、どう考えてもあの日。そうやね、うん、お姉さん方が多かったね。多かったやろ、うん、まあ、うちらからしたらお嬢さん方ぐらいの感じの方が多かったかなっていうのは、うん、夏休みやからっていうのもあるかもしれんけど、で若い子多かったよね。多かったこと。ほんで、うん、あのまあ、近くにあるそのお宝一番館っていうとこがあるんやけど、うん、まあ、もう古着から
まあ、例えばそのシューズ、靴ね、うん、あのスニーカー系からもう電化製品からそのおもちゃから DVD、CD、釣り具、クラブ、うん、あとはなんかこう音響機器まで全部売ってるとこ、まあ、中古の販売やってるとこあるんやけど、うん、そこに行った場合はちゃんと何を、あのもう VTuber のコーナーができとるし、うん、そこにも常にお客さん男女比率結構なんか家族連れ多いよね。あ、家族連れ多い。やっぱりなんか見るもんいっぱいあるし、うん、ほんでその何を、まあアイドル系のうん、とこにもやっぱりあるし、うんうん、もうそれ見てたら男女比率ってもう変わらんな思うしな、うん、まあ、なオタ活どうなんやろな。オタ活っていう言葉ってまだ通用する多分。あの何ちょっと前にすごい流行った、うん、ちょっと前でもだいぶ前になってしまうんやけど、うん、うわ懐かしいって言われるけど、そのヨン様とか言おってその韓流っていう言葉ができる前の頃があるやん、うん、それこそ冬のソナセットが通販サイトにあったぐらいよ。忘年会でどうぞみたいな、あの頃って、うん、あれオタ活って言われてないやん。せやね。なあ、あれ何やったんやろな。何を思って。だってパチンコまで出よったよもんな。あったね、そういえばあったね。でもあれオタ活にならんのやろ。あれは分からんけど、官僚は官僚でオタ活なんじゃないんかな。でもなんかオタ活の位置に入らんもんな。なんかだからどうでもなあれやな、官僚コーナーあるもんな、うん、あとはそのなんかそのアイドルとかってオタ活って言うん。どうなんやろ。もう分からんのっすよね。そうやな、うん、AKB、乃木坂、欅、まああの辺のそのだから地下アイドルとかの追っかけしよるのはオタ活って言われてるんよ。ああそっか、マニアックかどうかで決めてんの。分からん分からん、どうなんやろ。そのメジャーなテレビでかよく出るようなアイドルとか、ももクロは地下でもなんでもないやん、メジャーやん、うん、思いっきり、うんうん、でも過去メジャーじゃなかったわけや、うん、やっぱりオタ活って使うか。じゃああれはどうなん、んあのそのフジファブリックを追っかけてるやつはオタ活なちゃうやろ。どこがジェニーハイを好きでしょうがないんが必死でジェニーハイの情報があったらおーとかいかなライブとか言って、これオタ活じゃないやん、うん、どうなんやろ。どこで線引きすればいいんやろ。もうあちょっと今あのキャンディキャンディさんがオタ活推し活ですかねになってるから、あもう今となって推し活になってるんや。オタ活ってもうなくなってきてるか。そうやな、言い方が変わったんや。で推し活になって範囲が広がってんや。ああ全て言えるんか。うん、推してるもん何でもいけるからや。そうやな、やね、あ便利な言葉やな、うん、うん、確かにその方がいいわな、一般的になるわな、うん、うん、その方がなんか広く使えて、うんうんうん、いいやね、確かに。あなんかしっくりきた、うん、うん、ちょっと戻りますね。えらぎわこさん、リカちゃんのおばあちゃんがすごく綺麗なのにびっくりしました。何歳の設定なんでしょうかって。そういえば年齢確認したことなかったですね。決まってたよな。なんか決まってた、うん、決まってた。多分ね、なんかそっちのなんか書籍とか見たら多分出てくると思うんやけど、うん、今ちょっと取れない。うん。だよね。確かにおばあちゃん、ちょっと前に出てましたもんね。出たな。うん、大昔、あのロッキングチェアに座った分もあったもんな。ああ、あった。うん。あの頃から比べたらなんかもっとシャキッとしたおばあちゃんのイメージになったよね。お、うん、なんか顔が違うんかって言ったらその辺は覚えてないんやけど。そうやな、うん、バンコさんこんばんは、今から参加させていただきますということで、いらっしゃいませ、ありがとうございます。よろしくね。シュシュボーさん、リカちゃんのおじいちゃんおばあちゃんの普段の生活が想像つかないっていう。もうあれなんちゃん、確かになんか商売しょったかなんか知らんけど退職金とかすごいじゃん。元の職業とかそういう設定もあるんかな。ええとこの人やろ。うーん、まあまあもともとええとこの子やもんな、リカちゃんが。なんかね、うん、小春日和さん、工業高校娘が進学した時男子1200人中女子70名ほどでした。1200人って言ったら普通かも、セット言うとこかかな。1200対70、うん、今もかな、なかなか面白い高校生活だったようですっていう。はあ、工業高校は女子少ないからな、確かにね。比率は確かにめちゃめちゃやわな。あ、そっか。キャンディキャンディさん、ベリーピンク、ネオンみのある派手なピンクだといいなと期待してますっていうね。確かにちょっと蛍光気味の分が出たら面白いわな。そうね。ネオンピンクはもう長いこと出てないですもんね。うん、蛍光系また見たいですよね。そうやな。うん、スタジオズさんこんばんは、出遅れた嵐の前のライブですかということで、あいいも計らずもそんな感じになってしまいましたね、うん、なんかもう発売前のなんか勢いみたいなところはあるんですけど、うん、
そうやね、ちょうど、まあ、夏休みもね、うん、だんだんもう終わりが近づいてきおるし、そうやね、もう本当に夏休みの終わりというか、もうと夏休み前半とかは、うん、あのまあまあなんかあの学生の方も来てくださったりとか、そうですね、そういうのもあったりしたので、あのもうお盆明けてからはなんかもうゆったりゆったりしてるんですけど、うん、うちら、うん、もうちょうどここで台風も来てるから、この週末もあの本当に予約以外はもうゆっくりかなと思ったりもしながらなんですけど、だって下手に旅行でこっち来たら帰れんかもしれんもんな、うん、そうやね、もうだからあの無理しないでっていうのもあるし、まあ、実際台風が今どんなとこ通っちゃうか知らんしね、うんうん、だからなんか予約の方でかい、なんかあのはす、あの店頭やけど、なんか予約、あの、それこそ送りに切り替えとか、そういうのも気軽に申し付けてくださいね。うん、ゆかのんさん、出遅れました、こんばんは、ということでいらっしゃいませ、ありがとうございます。どうぞパルマさん、ベリーちゃん、やっぱり半透明肌に惹かれます。全国ブラシショップで買えそうなので、じっくり考えたいと思います。そうやな、そう。じっくり考えられるのがいいとこ。うん。もみじさん、面白かったですよ。写真の授業もあって、撮影から現像までしました。いろいろできない経験ができて楽しかったですっていう。だよね。それこそ工芸高校 の、 あの写真部とか、うんうん、たまになんか話聞くことありますもんね。ありますあります、うん、でね、ああいうの見よったら面白いですよね。でさん、勉強してきた人としてきてない人は喋り方で分かる、バレたなんて恥ずかしいって、いやいやい や、 いや、 いやあの私はちなみに分かりません、その辺は。あんまりまあ、うん、どういうこと、言葉遣いかな。ああ、だから私はなんかあの喋り下手くそやって感じ、自覚が一応あるんで。ああ、うん、いやだけんそのなんていうことわざが言えるとかそうじゃないけど、うん、言い回しとか、うん、それ言うためになんで今まで話してたん、ほんだら前置き中の前置きやんけみたいなのがだから私組み立て下手くそなんですよ。だけどレポート書くやつがうまいやつは、うん、簡素なんよ話がすごく。あ、でもなんか大学の先生とかと話しとったら、うん、もうこんな何も知らんアホになんでこんな丁寧に教える、しかもなんか何も調べたら40分ぐらいかかることを、うん、なんかパパパッと10分ぐらいで分かりやすく話してくれる時あるやん、うん、あるな、すごいなと思うもん。うん、確かにな。だけどあの何を、うちがよく似てる分で、うん、あの、まあ、例えばなんていう量子力学をレベル1からレベル10で話そうっていうあるんよ。あ、うん、まずはじめに5歳の子に量子力学を説明してくださいってあるんよ。で次小学校高学年説明してください、中学校高校大学生、社会人何も知らん人、社会人で工学やっとる人、社会人で物理やってた人とかでだん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 行くんよ。で最後レベル10になったら博士に説明せいがあるんやけど、うん、分かるよなって言って終わりになるんよ。分かるよなんかね、そう分かるよなんか、だけどそのレベル分けによってちゃんと説明できるってすごいなと思うよ。あ、でもそれって相手を見て、うん、その学力はこのぐらいっていう、大体何歳ぐらいだなって言って、これは分かる？分からない。あ、じゃあこういうことなんだよ。分かったとか言って、じゃあこれが分かったのはこれだよねとかで説明していくんとか、うん、うまいなと思うもん。あ、うん、だけどその子の年齢を見て、女性か男性か見て、うん、多分この経験はみんなしてるやろなっていうところに当てはめてって、うん、それで説明することができる人って、その達人というか、うん、プロフェッショナルな人はそれができるから、そうやな、もう頭いい人ってやっぱ全然ちゃうな思うもん。うん、思うから理解してるけど理解してもらえるように喋るのが難しいっていうのは、だから YouTube とか見よって、うん、なんか難しいことをバーッと喋って、うん、その、まあ、エクストリーム授業的なことをやってる YouTuber って山ほどおるんやけど、うん、あの聞いたら頭が良くなった気になるんがあるんよ。でもそれって全然身になってないんやって、うんうん、心地よい、なんかこの人の喋り面白い心地よいって言うけど、うん、あの後になったら覚えてないことがあって、でもそれを次の日誰か友達に会って自慢げに話すことは可能なんやけど、うん、まあ、全く身になってないよ。説明せよったら説明できへんから。あ、マジで。そっか、うん、だからあのそれこそ子供に算数 の、 あの理解してないところを教えるのが、あのうまいことなんかこう説明するのすごい難しいなって最近思うことがあって。そうやな、うん、うん、であのそれこそあの速さと距離のやつあるやないですか。ああ、木の下にじいさんばあさんの類いね、うん。うん。あれとかも、あの、いきなり式で言うよりも、あの、もっと分かりやすい方法ないんかとかになって。はいはいはい。うん、で、この夏休みの時になんかずっとやじょって、うん、あの、うちの子分数は分かると。
そうですね、うん、ああなるほど、うん、いや分かる、コペが言いたいことは分かったわ、うん、そうだから、そのあの割り算の式じゃなくて分数でやらしたらスッと入るんですよ、うちの。要するにあれやな、時間を60本とした時に、うん、それを分数に持ってった方が分かるっていうことじゃな、そう答えを、うん、だからそれになったら急に、あ分かったって言い出して、うん、これに至るまでにわしどんだけかかったねみたいになったりしたんですよ。それはだけその、まあ、うちの子の得意不得意っていうことやから。そうから、あのやっぱりなんかそれぞれの子でこれやったらわかるとか、うん、この説明ではわからんとかがあるわけやないですか、まあな。だからそれこそなんか塾とか家庭教師とかの先生やったらそれを見極めてからそこに持っていくわけやないですか。かな、なんか気の短いやつもおると思うよあれって、うん、なあ。なんかもう根性論で無理なとこってあるやん。あ、無理なとこあるよ、うんうん、だからなんかちゃんと遠回りしてでもこれを説明してあげんかったらわからんとか、うんうん、その辺をなんか加減って面倒いなと思うし、うん、これを言うたら急になんかパッと開けたみたいにわかる瞬間とか、はいはいはい、それってやっぱりあるんやろなっていうのを思って、うん、うん、まあふとしたことで、うん、急にもう本当にうちが時々言うけど、うん、全ての歯車が一致したように急に分かり出すっていうのは、うん、なんか算数の世界ではよくあるよ、うんうん、だからそれを見つけてかに何かこう導いていくの面倒って思って、まあな、根気やね、うんうん、いやそれ思ったらね、だからそのうまいことなんか分かるように説明できる人ってすげーっていうのは改めて思うわけですよ。その辺やっぱりなんか猫を飼ったら分かるわ。猫を飼う、覚えへんけん。あ、うん、いや私がここ来た時にモップちゃんめちゃくちゃ賢かったから。賢を指しとるからな、うん、あれも俺が目が見えんとこから見とるから面倒。そう、あのめちゃめちゃ賢い猫ちゃんやったから、うん、もう一匹おったらアホやったけどねガータロー、ガータローだけはあのやんちゃな写真が残ってましたね。そうそうそう、うん、だよね。だからなんか、あ、猫さんというのは賢いものだなって思ったから。もう一匹アホなんよ絶対に人形に手を出さんかったやないですか。それはないな、ね、うんうん、まあ、そんなんも思い出したりしますけど、ちょっと戻りますね。エスチャーさん、発表されている新しい子にご縁があれば、ワロス猫さんのお店でブラシちゃん選んでお迎えして帰りたいです。通販でのお迎えと違って、じっくりお顔を見て選べるのが楽しそうということで、うもうぜひ店頭で。まあ、機会があれば本当に。うん、そうそう、あの、在庫がある場合には、なんかちゃんと、あの、3体は出して、うん、うん、できますんで、うん。選んでいただきたいと思いますんで。キャンディーキャンディーさん、オタ活推し、あ、これさっき見ようなんですけども、本当オタ活じゃなくて推し活っていうのはすごいしっくりきました。ありがとうございます。とゆかのさん、推しがあれば何でもオタ活だと思いますって言うんで、うん、やっぱそうか、今はそれでいいと思う。うん、そうやな、今となっては推し活ですね。うん、あのそれこそセリアとかでも推し活コーナーありますもんね。そうやな、コーナーになってるか。そうそう、そっかそっか、推し活っていうロゴやもんね、よう考えたらね。今なんかすっかり忘れとったけど、そういう推し活っていうコーナーやったわっていうのが、この前もなんかアクリルのなんかあのスタンドみたいなのになんか写真入れるやつ、なんかめっちゃ買い占める人だったね、うん、なんか推しがいっぱいおるのか売るつもりなんかどっちかわからんかったやね。そうやな、やっぱなんかあんだけ売るんかな、なんかガシー全部掴んでから走ってきよったから。そうそう、大変だって思いながら見て、うん、ザラシネコさんってこんばんは。20人圧巻ですね。上段右端のサイドパートの子は何というお名前ですかって。上段右端やからですね、クロリスカントリーライフですね、これね、うん、後ろはちょっとカスモが半分映っとるから。そうやね、うん、クロリスは今衣装が全然変わってない、ピンクとグレーの衣装の子やったから。実際はあのこの衣装じゃないんで、うん、これも着せ替えてますので。そうやね、あの今年出てる子はみんな衣装が変わってるので、この子誰っていうのがあるかもしれませんけど、一回名前一通り言うとった方がいい。あ、そうな、 どっから行く。どうしましょう、前列から行きましょうか。じゃあ行きます、前列左端から行ったら古い子から順になるんで、この子。そうやね、そしたら左端から行きますね。まず2022年2月25日発売、ソングオブロンドンメアリー CWC 限定ですね。次、水色の髪の子が2022年6月30日発売、フローターウェイドリームです。そして隣、茶色い髪の子、2022年7月29日発売、ブルーラビット。そしてブルーの髪ですね、2022年9月29日発売、アニバーサリードールになります、ジュナエステラ。そして隣、ピンクの髪ですね、2022年10月28日発売、トップショップ限定、ラブリーキャサリンズコーナー。そして茶色い髪で帽子かぶってる子になりますね、2022年11月25日発売、スリサステナブル。
そして次色白の紫の髪の子ですね、2023年2月24日発売 CWC 限定クインテセンシャルジャーニー。そして隣金髪の子ですね、2023年4月28日発売ファイティンミルクサランヘ。そして隣、茶色い髪の子です、2023年5月26日発売アーバン、違う、茶色じゃないよ、ピンクの髪だ、ごめん、ピンクの髪の子です、2023年5月26日発売アーバンフェアリーエリー。そして隣茶色い髪の子、2023年6月30日発売ブレンダーズエクストラオーディナリーデーですね。これで上段いきます。左の端から紫の髪の子になります、2023年7月24日発売アニバーサリードールになります、オレラアンフィトリテ。そして隣黒髪、まあ実際にはディープモーブなんですけど、2023年9月15日発売 CWC 限定アンジェリカナースオブコンパッション。そして次、明るい茶髪の子になりますね、2023年10月27日発売ディアフォレストディア。そして隣の金髪ストレートの子になりますね、2023年12月22日発売トップショップ限定プレザントサプライズ。そして隣、ボブの髪の子になります、2024年2月23日発売ゾイ&ハーペットフィッシュですね、猫の着ぐるみの子でした。2024年3月29日発売 CWC 限定コケットリュミエールピンクのロリータの服の子でした。そして隣白い髪の子いきます、2024年4月26日発売トップショップ限定 UR4Me ですね、デートカジュアルの子になります。2024年5月30日31日発売アーリージタイムキーパー、時計ウサギのデザインの子になります。そして次、ピンクがかって紫がかってブラウンの髪の子、2024年6月28日発売アニバーサリードールになりますジュリエットチョイス。そして最後に、2024年7月26日発売クローリスカントリーライフとなります。以上20名現在のグッスマから出ているブライスになります。なんか読み上げたらなんかあれやね、疲れるねなんかあの声がなんかどんどん枯れていくのが、うん、まあ水飲みよ、うん、今ね私ね、あの親知らず一本抜いて1週間経ったところでね、今日抜歯してきたところなんですけどね、うん、あの今日糸抜いてるおかげでかいなんか釣った感じがなくなってるんで助かるんですけど、またちょっと違和感ありまして、ちょっとなんかあの口の中アバアバしてるんですけど、うん、まあまあ水を飲んで、うん、ああ。とりあえず名前間違えずに言えてよかった、うん、一応手元にメモはあるんですけどね、あの読み上げる順番で書いてないというかしちゃかめちゃかなりました、ありがとうございます。どこまで言ってたかな、そしたらちょっと続き読みます、はい、ベッさん、冬ソナ4様懐かしい、ああいうのは韓流ブームっていう言い方になるんですかね、アイドルのおかげはドル活、あ、そっかドル活もあるね、ドル活もあるな、うん、ドールと紛らわしい、それは思う時あります、うん、だから100均でドル活って言うたら今ドールの方やないですか、そうやね、うん、オリジナルドール作ったりとか、うんうん、そっち側になってるのやけど、あの世間一般ではアイドルの方やったりするから、そっか、うん、ごちゃなるって思う時はありますね。リアさんこんばんは、グスマブライス20人もいるんですね、うちにはワルソネコさんからお迎えした子が一人います、ありがとうございます、金髪ストレートの子なので何でも似合う可愛い子です、お顔も選べて嬉しかったですということでありがとうございま す。もうね、金髪ストレートは本当に便利、うんうん、便利っていう形ではありやけど、ほんま何でも似合うし、服装もね、うん、髪も扱いやすいしっていうところはありますよね。ピンクソルツは今オタクも一般人も関係なく推し活って言ってる気がしますね、もう本当になんか境界がなくなってきてるやね、まあなあ、うん、だからやっぱりなんかこう別にアニメとかにこだわったはこ、まあ、こだわることじゃないけど、うん、何かしらのことのキャラクターグッズというか、うん、グッズをそのカバンにつけとっても、うん、何も思われんのやろな、そうよね、だってちょっと前言うても、うん、まあ今から 3,4 年前に、うん、あの特撮ガガガっていうのがあった、 NHK でもやってて、うん、まあ、全巻持ってるんやけど、うん、やっぱりこの何を隠れキリシタン的なあのことを書かれとったりとかするやん確かに、うんうん、だからそうやな、すごいなと思ったし、うん、そうやな、あの理解されてる人理解されてない人いろいろあったもんな、そうそうそう、うん、確かに特撮ガガはほんまに面白かったもんな、そうやな、あれは全巻買ったね、いや面白い本当に、うん、あれはドラマもすごかった、ドラマはなかなか衝撃的やった ね、うん、そうやね、終わり方もまあちょうどよかったわ、うん、いやね、
赤毛ちゃんさんこんばんは、全員かわいいな、次のピンク髪気になりますということで、うん、そうよね、やっぱり発売がね、うん、待たれるし、うん、最終しようかね、そうよね、最終ちょっと楽しみですね、うん、多分来月末ぐらいに最終が出るんかなとは思うんですけど、ケンドラの発売日に、ああその頃でしょうね、多分な、うん、ケンドラの発売日がまたもう多分この週末あたり発表になると思うので、今んとこなんかあの月末の金曜パターンが増えてますけど、だからまたあれやもんな、うんね、あの10月がその運動会とか入ってくるから、あーそっか、もうバタバタしてんよ、そうやね、9月末ぐらいから発売日とか、うん、その更新できるんか思ってまうよ、あー ちょっとなんかあのカレンダー確認しようかなって気になってしますね、うん、だからあのやっぱり入荷して発売日までの間で間勝負やから、そう、うん、そればっかりはね、あの先々準備しとくことができんから、うんうん、これだけはもう本当にお迎え衣装だけちゃんと作って待機する以外何もないもんね、うんうん、まあできる限り頑張ってまいります、ちょっと1日2日遅れたらごめんなさいということにはなりますけど、うん、まあ、まあ更新の方がね、うん、まあね、だからあの通販の送り出しとかも確実になんか優先でやっていきますからね、それはもう確実に優先であるので、うん、もうそれが遅れる後やったら動画送らしますから、あ全然その方が、うん、それでいきますんで、うん、ちょっとなんかもうその辺かぶってわちゃわちゃになってしまったらすみません、うん、あ、ナナナドールさんググりました、アイドルオタクもオタ活というみたいです、そっか、ドルオタって言いますよね、ドールと間違えそうですっていう、もうオタっていう言葉がもうないやろ、だからオタがなんかこう範囲が広くなったというか、当初の意味とは違いすぎるもん、うん、なんか好きなものがある人をなんかもう一緒くたになってきた感じがあって、うん、うん、好きなものの程度なんかなとかいろいろ思ってはしまうんやけど、ね、うん、小赤さん北東北から住んでます、はいはい、初ドールショーに出展参加します、おー、ドキドキ、ドールイベントに行くたびに秋葉原のラジオ会館に行くのは楽しみ、はいはいはい、おばちゃんですがということで、あラジオ会館か、うん、確かに秋葉行ったらね、まあ、ラジオ会館正面ドーンいう感じのイメージがあるから、秋葉もうちらあれかあの前のブラコンが最後ですよね、行ったのね、うん、あの秋葉原をなんか秋葉って呼んでしまうから、なんかあの呼ぶときアババってなるんですよね、私あの秋葉原なんか秋葉原なんかわからなる瞬間があって、ゆかのんさん、長い間ゆるくブライスファンですが、最近とても気になることがあって、はい、調べてもわからなくて、最近財布の紐が緩みがちですが、皆さん平均どれぐらいブライスをお迎えしてるんですかね、あと実際人気がどれぐらいあるのか、あの移り変わりが知りたいです、はい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 、うん、そうやね、平均どのぐらいなんやろ、1年間でっていうになれば、うん、あのかなり変わってくる、そうやね、あのな、これブライスのハマった時期によって変わってくんよ、うん、だから、何年か前にタカラトミーからグッスマに変わるときにハマった人だったら、うん、新発売のブライスはまず買えない、うん、じゃあ、 中古、うん、まあ、もしくは新古品、うん、プレミアがついた価格のやつを買うになってきたら、うん、そしたらやっぱり使えるお金の額は決まってくるから、そうやね、数は減るんよ、あ、うん、そうやね、だから結構ね、これ始めた時期によって全然違うんよ、うん、あーけど、あのそっからなんか少し前 の買おうと思って新商品出てるんやけど、うん、なんか毎回抽選とか、はいはいはい、こっち合戦とかで買いにくかった時期ってあれやないですか、あるあるある、あの時期諦めてた人と向きになってた人がおるやないですか、向きになってた人おったね、うん、もうなんとかして買わなくちゃみたいな脅迫観念になってる人とかおったから、そう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 、だからそのデザイン化が出た時点で予約はできんかったら、うん、終わったっていうんが、うん、なんかその辺の差もあったから、そういうその向きになってた人とか買った数多かったやろなとも思うし、多かったと思う、うん、逆に諦めてた人はもう本当に年間で買い1買うか買わんかとかになってた人もおったやろな思うし、そうそうそう、でもその分中古を買ってた人が多かったんよ、うん、確かに、で今の分でいけば、うん、今はあのそのワルセネコの肌感でいけば、うん、あの5、6年前が一番よく、まあ、よく分かりやすく言えばクレアが出た時が一番流行ってたってよく言われるんやけど、うん、うちらのとこお客さんの数が変わってないっていうのが、せやな、実際のとこそう思ってしまう、そうやな、だからめっちゃ流行ってるって言われた時って、うん、一般ブライスショップは
あの入荷数絞られとったから、うん、行ってもどうせないっていう方になってしまって、そう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 、だから肌感的になんかあのみんな諦めてるからそんなに来ないっていう、まあ、でもうちのとこはたまたまその YouTube もやってて、うん、見に来られる方もおったけど、うん、あの新しく始めた人は確かに多かったんやけど、うん、じゃあ今その人たちがやっとるんかやったら、うん、半々ぐらいの感じなんよ、うん、やけど、それと同じ数ぐらい新しく始めた方が多いなっていう、うん、ああ、うん、そやね、だからなんやろ、うちらの店は減ってるような感じを受けないっていう、うん、なんかずっとフラットに、そうそうそう、うん、来てる人ずっと続いてる人もおれば入れ替わっていくところもあって、うん、結局トータルがそんなに変わってない気がしちゃう、そう、うん、だからまあ、だけど何流行っとる流行ってないでいけば、うん、ブライスってずっと流行ってないっていうのが正しいと思ってんのよ。あ、だってそうやん、あの自分とこの子供が興味なくなったら、うん、流行ってないと思ってまうよ。あ、そうか、例えば自分とこの子供が4歳5歳で、うん、男の子でトミカトミカトミカプラレールプラレールプラレールよったら、うん、買いに行ったら争奪戦があんのよ。ある第3土曜日行け第3土曜日トミカの日、うん、第3土曜日トミカの日に行ったら、うん、第2第3か第3土曜日に行ったら、うん、トミカがあって、うん、ほんでそれで奪い合いして、うん、で限定色も押し合いへし合いよ、うん、でプレミアムトミカが同時発売とかになったら何やってくれてんねんぐらいで、うん、もう取り合いよ、フェラーリとか、そうやな、転売おじさんと転売おじさんと大格闘やと、もうあのもう何言うん、トイザラスで朝のもう9時半から押し合いへし合いよ、うんうん、転売おじさんがなんか大量にわしづかみしてから会計一遍にできんからいろんなところに隠すのをなんかこう宝探ししてもらう、ベビーカーの後ろとかに掘り込んどんの なあれを回収してもあるっていう、まあ、それがあってもそれって多分今でも毎週いや毎月繰り広げられるようなんやけど、うん、今はもうあまり行かないからよっぽど気になる車両が出んかったら、うん、そうやな、うん、やけど、うん、トミカもずっと流行ってんのよ、そうやな、うんうん、だってトミカ博行ったらいつもいっぱいやもん、そうやね、プラレール博もな、そこも変わらんはず、うん、でリカちゃんも売り場が縮小しとん見たことないんよ、そうやね、トイザラスに何十年も行ってるけど、そうやな、うん、むしろなんかこうほんのりコーナー増えてるやね、増えてる、うん、大きくなってる、シルバニアも増えてる、ちょっとずつ増えてる、昔に比べたら、うん、広がってる、でポポちゃんメルちゃん系の、まあ、どっちか今あれやけど、うん、あのそこもなんかコーナーの幅が変わってないんよ、あそこは変わってない、うんうん、だからあの変わらんかなと、ブライスもなんやけど、うん、あの売り場というかそのトイザラスからなくなったとかあるけど、うん、一般の人の目に触れる確率は下がったと思うよ、うん、露出っていう言い方をすれば、うん、やけど SNS のおかげで、うん、なんか逆に広がってんのかなと思うとこもあんのよ、あなけど平均みんながどのぐらい買い寄るんやろ、年間何体ぐらいの人が多いんやろな、まあ、要は今データ取るんで一番分かりやすいのは、うん、グッスマのブライス何体持ってますかが、あ、近年では分かりやすいかな、これアンケート機能って長いこと使ってないけど、今どこにあるんかわからんのよ、どれかな、どれやったっけ、これ押してみようか、うん、アンケートってある、いやもう下手にそこにないな、消えたら怖いけんな、これ視聴者と交流、これや、あ、アンケートある、うん、ここじゃあこれのけなよ、ちょっと待って、グスマブライス何体持てますか、よいしょ、で、これで1から5、ここちょっと待って、あれ、え、今打てるよ、出てるよカーソル、あ、そうなん、1から5、はい、うん、で6から10、6から10、うん、で選択肢を追加で11から15、うん、で16以上、これでトン消えんの、これチャット、オッケーオッケー、ちょっとやってみましょう、うん、なんかこれであの参加できるっぽい、うん、うん、じゃあこれをこれまあちょっとこまちょっとない置いといて、うん、じゃあ続き読んでいきます、はいはい、
スタジオーズさん、岡田斗司夫さんがオタクは世間的認知が広まったため死んだと泣いておられました。ああ、もうもう どうなんやそのマニアックなものではなくなってしまったんやね。泣くほどのことでもねえだろうと思ってたけど、うん、まあ要はあれはな、うん、自分の肩書きが減るわな。ああなるほどな、あのおっさんから見たら。そっかそっか、うん、だってキングオブオタクで打っとったあの、うん、そのオタクっていうのが、うん、何よオタクなんやって言ったら、うん、僕オタキングなんですよって言ったら、うん、はって言われるんやったら、あそっかそっか肩書きがなくなるから、そっかあのおっちゃん的にはそりゃ泣くわなっていう。あ私が高校の時ぐらいやったら、あの帰りにおもちゃ屋に置いとるゲームを毎日やって帰じょる言うだけで、うん、クラスのなんかやつになんかあんたオタクやろって言われよったけど、違う KOF のオタクやって言ったらええんじゃん。いや別に KOF そんなしてない。あそうなん、 SNK オタクでもないんや、うんうん、私どっちかというとカプコンの子やったから。あ、うん、まあまあそれは置いといて、うんうん、あこれぐらいでオタクっていう感じなんやっていう、あの知識全然ないし全然強くないよって思いながら、ゲームやってたら、うん、オタクと思われるタイプな。なんかなんかゲームやってる女子はオタクっていう感じのイメージがほーんぐらいの感じやった、ね、いやいやいやもう何よスターグラディエーターをワンコインクリアを余裕でやるぐらいのオタクにならないかんてちゃんと格ゲーのオタクになるんやったらなんかちゃう方向に行った、うんうん、まあまあまあ時代は変わったんですよ、ね、いや、うん、それはオタクじゃないね。うん、うんうん、ヤカミキさん、コペさん読み上げるのすごいってもうない勢いで読んでるだけのところありますけどありがとうございます。アネハルミハルさん、すごいコペさんでありがとうございますとあキャンディキャンディさん、親知らずお疲れ様です、お大事になさってくださいということで ね、でももうだいぶ感知したからね。もう、もう、もうあとね、もうここがなんかきっちり塞がってしまったら上がりなので多分もう大丈夫は大丈夫なんですよね、うん、いやもうね、あの糸用紙でかいなんかあのゴリゴリやってたらあの頑張って詰めてくれてたというか、あの、うん、治療してくれてた親知らずのとこ、パリって言うてね。あ今、パリって言うたって言うて。あ、でも、多分すぐ塞がるよ。そう。ほんでもう、しょうがない。行ったらなんか、ああ、なんかその、治療した後のところから、さらになんか内側なんか色変わってきよるね。もう抜きましょうって言われて、綺麗に抜いてくれて、うんうん、それで1週間なんで。まあ、なんとかなっております。ありがとうございます。ベスさん、人に説明するのが苦手です。今までそういうのから逃げてきたので、はいはい、会社で20代の子に仕事の手順を説明することがあって、はい、相手の理解力が高いから分かってもらえたんだって思いし、愕然としました。それからは自分が理解してないと説明できないことを反省して、以前より仕事をちゃんと覚えるようになりました。おー、すごいな。私も確かに仕事を説明することってなかなかないんですよね。ないな。うん。そっか、うん、うんだけどその仕事を説明するの、うん、目的によって説明って変わるわ、うん、このぐらい儲けてるんやっていう言い方とあこんなに大変なんやと、うん、あと大変でもこうこうこういう手間がかかって、うん、この値段で皆さんに提供してますとまたちゃうやん。あそっかそっか、うん、あらもうあとは何よあのデザイナーが使う謎のデザイン料っていう値段な。あだからあのそれこそ私が印刷所におった時にあのそれが技術的にうちの会社では無理ですっていうのを説明せないかになった時に、ああまあまあまあ、うん、その3班とか4班の話やなもうとか、うん、だからあのそれをするにはなんかあのすごい手間がかかりすぎるんですとかで説明をする時にそれはあの社長が分かってないんですようちの場合。まあね、うん、社長はなんか営業で仕事もらってきてあのお金の計算とかはすごい早いんやけど、はいはい、そのあの中でやってる技術的なことは何も知らない状態で出てるから、うん、できますできますで持って帰ってきてなあ社長すいませんそれはできないんでって言って外注ですって言うんかなんでってなってそこの説明をするのに私がなんかこうあの説明に出された時があって、うんうん、でその時にあのそこでおったおばちゃんが、はい、こんななんか若い何にも分かってなさそうな子をよこしてって言ったんですよ。あらそしたらそこのなんか一番上の部長さんがいやあのあの社長さん来てから拉致があかんかったやろと、うんうん、この子の方がまだ分かっとるって初めてそこで話聞いてくれて、まあな、うん、それで説明納得してくれてなんとかなったことがあったんですけど、うんうん、いやもう本当にねあの分かってなかったら説明ってほんまできない。まあね、うん、まあでもそれはもう努力を見てくれて分かってもらうしかないもんな、うんうん、まあそれこそ身振りテレビ手振りの世界になると思うから。そう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 、その時は私もなんかそんなあれよ
分かっとるというか、なんか説明が上手な方ではないけど、もう、そういうの一応分かっとるから、なんとか伝えられたっていうのはありますもんね。はいはいはい、努力するしかないよね。ねえ。うん。まあ、そんな思い出したりしました。ベスさん、オタガチ勢って言い方に変わったんですかね。違うかね。ガチ勢言いますね。ガチ勢もあるな。うん、ガチ勢はその中のジャンルで、さらに、なんか、やってるやつのことがなんかガチ勢になるかな、ガチ勢の中でもさらに強火の人とかおったりしてね。格闘ゲーム好きなんや、格闘ゲームの中でこれが好きなんやって、このゲームのこの分で、このゲームの分の、まあ、課金しとるやつをガチ勢っていう言い方もすることもあるし。ああ、そうやね、うん。課金勢とは別にガチ勢っていう言い方があるやね。やり込み勢というか。やり込み勢とあとは何よ、グッズで押してる分というか、それもあるし。そうやね。うん、結構 いろいろ いろんな言い方とジャンルがやっぱりありますね。僕ガチ勢はなんか広く使うかなって思いますね。あ、うん、そよ風さん、こんばんは、出遅れました、よろしくお願いしますということで、いらっしゃいませ、ありがとうございます。キャンディキャンディさん、以前はオタクの世間からのイメージはネガティブなものだったのに、最近はポジティブだったり個性を表す言葉になってますよね。オタクがイメージアップしてるのは嬉しいけど、少し複雑な気持ちもありますっていう。まあなあ、うん、やっぱ影で隠れとる時こそ輝いてるオタクの世界もあるわけやからね、うん、あるね、うん、なんか表にドーン出てきたらなんか違うなって思う時はあるよね。まあなあ、うん、あとなんかそれはオタクとは読まないんじゃっていうようなもいっぱい出てきてるから、うん、まあ、あるからな、ねえ、うん、ねえ、イルモコケイさん、ライブやってたってやってました、よろしくお願いします。ミミトさん、こんばんは、今気づきました、間に合ってよかったですけど、ありがとうございます。ダナナドールさん、昔のオタクのイメージは羽飛びの秋元&塚地さんです、はいはいはい、私はオタクはものすごく勉強し尽くした超人を指すと思っていたので、自分はドール好きだなと思います。人に対してなんとかオタクだねって安易に言えません。うーん、極まってる人は確かにそうかなっていうのは、まあ確かに塚っちゃんとかは、うん、ももクロすごかったもんな、一時すごかったね、うんうん、まあなあ、オタクまで行くって言ったらなかなか難しいな、うん、極めとるからオタクっていうわけでもないしな、うん、何をもってオタクに昇格するんかというか、それを昇格と読んでいいかどうかは分からんのやけど、もうそれこそその何、跳ね飛びメンバーの話でいけば、うん、あのロバートの秋山が、うん、じゃああれがポケモンオタクかと言ったらポケモンオタクではないんな。せやな、うん、山本ジムのいや山本さんな、いやな山本ジムやってたもんな、うん、せやなあのジムバッジまで作っとんのは良かったな。もうすごいお金払っとるしな。まあな、せやな、なかなかあの人はでもポケモンオタクになってしまったしな。うん、確かに、うん、なんかポケモンの番組任せられるなってちゃんとせないかんと思って勉強しすぎてなんかおかしくなったっていういやそれはそれでな、極まってるのはええことですよ。うん、キャンディキャンディさん、グスマブライスのみでアンケート、確かに分かりやすい指数ですねって言って、うん、こうやって参考になる数字が出てくれたらいいなと思いますね。今あれですね、1から5体の人が 55% で半分以上なんですね。あ、うん、すごい多いね。ね、うん、もうちょっと置いといてみましょうか。もうちょっと、まあ10人来るまでは多少、ね、まあもうあと1分で10人やけど、まあまあ、まああと5分ぐらいは置いとっていいかな。うん、シュシュボボさん、オタクって好きなジャンルに熱中する熱い人の総称ですよね、いい言葉やっていうね。もうなんか何、うん、その言葉の価値っていう、その価値があるわけじゃないけど、うん、それなんか意味が確実に変わってきてるもんな昔と、うん、それはありますね。それこそその何、電車男より前とかになったら、うん、もうオタクのイメージもまた変わってくるし。そうやね、でなんかそれが褒め言葉に変わった瞬間とかがあるんやろうなっていうのは、うん、だってその、うん、電車男の前にオタクっていう言葉がバンバン出ようって言ったら、うん、内村がその出てた、あのうっちゃんなんちゃの内村が出てた分の南原も出とったけど、うん、あの七人のオタクっていうのがあったりとか、うん、映画であった、あれとか本当分かりやすいオタクではあったけん、うん、うん、そうやね、そう言われてみたらあったな。岩上さん、久しぶりのアンケート機能発動ですね。でもほんま久しぶりでしたね。まあなあ、アンケート昔はあの何を別サイトでやってたけど、グラフがちょっとずつ上がっていく分で、やっとこれはまあ YouTube に元からついてる分やから、うん、助かるね、うん、これが中で集約されてるのすごいいいわ。これ今そっちで出てる、
今はここは出てない。どうやったら出るんこれって。多分なんかその今上がったところまで行ったらあるんやと思うけど、ちょっと待って、ね、まあまあまあ、やめてくれ、もう、かまかま、もうそのままやっとってからになってしまうから、うん、キアとカイさんその場でアンケートすごいですねって、この機能ついてくれたの本当良かったですね。便利やね、うん、羽生パリッキャーっていうのがね、うん、いや歯がパリって言うて、あの痛くもなく剥がれてしまったのがなんかヒャーってなりましたね。ローズパルマさん、今ワルサネコさんの画像を見て持っているブライスさんを数えたんですが、知らないうちにたくさん買ってて自分でも驚きました。今ちょうど20人なんか前におるから、この子持っとる、この子持ってる、この子は持ってないっていうのがすごい分かりやすかったかとは思うんですけど、いやこれでかアンケート進むのはちょっと良かったですね。うさじさん、ライブ残念ということですいません、またアーカイブしますのでよろしくお願いします。ダブリンさん、立場から新人さんに仕事の説明をしていますが、ショックだったのが説明がすごく分かりやすくて、その場では分かった気になっちゃって結局覚えてませんと言われたことです。ああこれってやっぱり説明下手なのかな、今悩んでいますっていう。それはメモ取ってねえやろ。そうやね、メモを取ってないね多分ね。メモ取ってくれたら、うん、あのそうか、分かった気にはなってるけど頭に入ってないっていうのはどういうことなんや。でも分かってるんですよね。いや分かった気になってるやろ、うん、分かった気になる。いやそれは伝わってはいるんやけど、メモ取った方が栄養とつけたいんかな。そうやな、うん、メモを取っておく大事。ここ大事なとこやからメモを取っとったら、うん、要点ここ要点やからメモ取っとき、これはこうって言って、うん、この時こうやればええよとか言って、うん、いやメモほんと大事。まああとはやっぱりその学校の先生の授業を思い出すがええかな、うん、あもうそろここ出るぞテストとかに友達でまあなそれを教えてあげれば、うん、メモ取るところを、うん、確かに。もうそれこそなんかさっきから私のなんか前の職場の話になるけど、印刷所でおった時にあのもう60過ぎた人があのパソコンであの半下を作る作業をせないかになったんですよ。はいはい、うん、でもう一から覚えるわけやないですか、いられよね、うん、イラストレーターを初めて触るわけですよ。60超えてからすごいよな、ね、そして多分あれ CS2 の頃やね。 CS2 の頃です。ほんで私が教えることになったわけですよ、うん、そしたらよろしくお願いしますっていうか、めっちゃノート持ってきたんですよ。ああええことや。ほんであの聞いてあの答えてもらったことは全部書きょんですよ、うんうんうん、でか項目でかに全部なんか分けてかに丁寧にやっとって、うん、あすごいなと思って。いやええと思うよ、うん、でかいなんかあの分からなったらすぐノート開いてかいな、これこれってかんやじょって、うんうん、ちょっとずつそれでか覚えていくんですよね。だからもうほんまメモ大事、うんうん、あとメモが分かりやすいの超大事。あそれはいるね、うん、だから書いたけどどこに書いたんやら分からんの最悪やから、あ、うん、だからある程度項目というかなんかそのやろうとしてる内容でかいに分けとくの大事って思いましたね、うんゆかのさんありがとうございます。私5体なので平均なんでしょうか、でもプレザントちゃんと9月の子を迎えするかずっと悩んでいるので参考になりました、ありがとうございます。ということでちょっとねもうちょっとしたらなんか1回締め切りますね、うん、さんアンケートやってますということでね、あの今あの今ちょうどやってますね、何人持ってるかってアンケートさせていただいてます。どのくらいのなんかペースでみんな買ってるかなっていうのが見えたらいいなということで、ね、まあ過去ばっかり抑えてる子とかになったらまたちょっと事情が変わってくるとは思うんですけど、まあすね、一旦グッスマブライスで見てみようということで、うん、姫猫エミルルさんこんばんは、10月は誕生日だからストロベリーちゃんをお迎えしたいということでか、いいですね、お誕生日でか買うのはええですね、うん、でさコペさんはこんな若い子よこしてって言われてもその時も毅然としてできない理由を説明していらっしゃるんだろうと思います、尊敬。私は相手の人怒ってる、怖い、帰りたいってなってしどろもどろの解説で相手の方を不快にさせてしまう未来が見えそうで辛いって、いや私もねあの社長になんか連れて行かれてでめっちゃ言われるんやけど、またねそれがねきつい方やったんですよ、うんうん、けどなんかってはなっとったんやけどなんか周りの空気がこの子に説明ささんかったら他に説明できる人おらんぞっていう空気になっとったから、それで助かったからなんか恐れながら申し上げますみたいになっとって、うんうん、それでどうにかなった印象がありますね。もうねどうしようもない時ってありますよね。まあ確かにそのなぜできないかを説明せないかんっていうのもあるしね、うん、そうだからあのうちの機械が追いついてないっていうのを説明せないかんかったりとかするんやけど、うん、もしくはまあ外注したら値段上がるよと言わな、そう、まあ、無理やもんね、時間がかかる理由を説明するとかそういうのってやっぱり、うんうん、一応現場として申し上げますみたいにはなるんやけど、うん、そうあの仕事取ってくる側がなんかそれを理解してないっていうのはなんかあのよくやっぱあるとは思うんやけど、うん、できますできます持って帰ってからできねえよみたいなのは、いやそれはやっぱり、うん、うちらのその写真館の仕事でも、うん、そのまあ学校写真でもあるもんな、う
今日撮った分も明日にはみんなに見せれるんやろって言われると、いやそんな簡単じゃねえよ、そんな簡単じゃねえよっていうのはよくあるある、うんうん、だからもうそれにもつながるところですよね。だから私もね、あばばあばばしながら1トンですよ。ゆみとさん、アンケート楽しいですねって、ここか、アンケート楽しいですねということで、これね、すごい機能としても面白いから、ここからも使っていけたらいいと思います。うんうん、キャンディキャンディさん、思ったよりお迎えしていたみたいで、アンケート見ながら少し反省、でもピンク髪をお迎えすると思いますってんでね。そっか、反省っていうパターンもあるんや。そうやね。いやまあまあでもね、なんかその時なんかいいと思ったからお迎えしてるわけでね、うんうん、うさんちさんありました、数間違えましたその辺は大丈夫です、ダフニーさん、あメモ取ってですね、手にペン持ってるから取ってるもんだと思って確認してないかも、説明に夢中になってるかも、ありがとうございます、ということでね、メモ大事ですね、メモはやっぱりあった方が便利やから、うん、そうやね、だって書いたら忘れてええもん、うん、でそこに書いとるからなんかそれ見ながらやったらできますもんね、もしくは、うん、説明することが決まっとるんだったら、うん、家でプリント作っていくな、あーそっか、そういう手もあるんか、うん、絶対説明せないかんって最初から分かっとる場合はいいことか、そうそうそう、うん、人に説明するとき先に資料を作っとくっていうのがあるんやけど、うん、これはね、まあ、言うちゃなんやけど、うん、警察に行くときにめっちゃ役に立ちます、あーうんそうやね、めちゃめちゃ役に立ったね、うん、事件の受理が全然違いますんで、うん、そういうのがあるから先に資料を作って、うん、まとめて見やすくしとけば、うん、やっぱ効率って変わるから、そうやな、うん、思うけど、まあお仕事の場合は持って帰ってからそこで資料を作って持っていくっていうと、まあね、ちょっと負担重たいから、うんうん、もう無理のない範囲でになりますよね、まあな、うん、そういうかでさん、10月発売のストロベリーちゃん透明クリーム肌ってどんな感じかイメージが湧きません、予想としては誰に似た顔色でしょうかということで、半透明のクリーム、ゾーイも半透明クリームなんですよ、まあ、開きはあるけどね、うん、ゾーイが半透明クリーム、あとオーレラアンフィトリテも半透明クリームです、どこやこっちか、 この子も半透明クリーム、あとジュノエステラも半透明クリームです、最近全部やね、そうやね、半透明の子がクリームのこと多いですね、うん、これぐらいの振れ幅っていうところにはなるんですけど、こういって3つ全部写したらこうや ね、うん、色紙やったりとか、あとメイク具合とかでちょっと印象が変わったりとかもするので、そうやな、うん、参考になるかというとなったりならなかったりするんですけど、まあ、髪色とかメイクで相当変わるから、これぐらいの中のどっかに近いと思ってくださいぐらいの感じですね、うん、で蓋開けてみたら思ったより白いとか、まあ、それはありますね、そういう時もあるので、うんうん、でも最近なんか顔色悪いっていうのはあんまりなくなってきたから、まあ、だいぶ減ってきたね、うん、その辺はちょっと安心かなと思います、うんうん、うさんちゅさん、イラでは CS2 がいいな、だけど今の PC ではよく落ちるし、今のイラではサブスクだから買ってない、使いやすいんですけどねっていう、そうやね、CS2 長いことお世話になりました。長かったね。あとうちらはなんか家では CS6 に長いことお世話になりました。6はよくできてたな。もうできたらずっと6で行きたかったけど。まあまあそのお金がかからんっていうんでは6は最強やったよ。うん、でもね、もう Mac で動かんもん。そうそう、新しく動かすことができるんよ。ね、2015年までの PC を手に入れたら、うん、多分 CS6 は動き続けるんよ。うん、もう観念してサブスクで買いました。だけどハイシエラとか、うん、あの辺の使いよったら、うん、多分クロームがまず バージョンアップできんやろ、うん、だから今もうちゃんとサブスクにして、で森沢フォントもサブスクで入れてやらせていただいてるけど、うん、やっぱりね森沢フォントいいですね。いやまあ綺麗なけど、でも確かに買い切りっていうのがもうなくなってきたもんな、うん、何においても。そうやね、もうしょうがない、うん、まあなあ、うん、アップルの分だけちゃうんかな、ね、ファイナルカットとか。ああそっかそっか、うん、あれは買い切りか、あれ買い切りなんや、うん、ね、平木京子さん、昔テレビ東京でやってたテレビチャンピオンを復活してほしいです、うん、ドール服作り選手権とかオタクに特化した番組だったので好きでしたっていう。そうやな、プラモデルかと、うん、あったもんな、うん、あれのねケーキ職人選手権が大好きでね、 あ、うん、あとなんかピタゴラ装置選手権とかあったけど、あった一時ね、うん、アマゾンプライムで復活はしてたんよ。アマプラ？いやアマプラであってから、だけあれで岡崎さん出とったんよ、幽林堂の。ああ、
文豪に なり損ねた、文豪なり損ねた女は、うん、そっか、なんかアイクがやってたんちゃうかな、芸人の。あ、そうやったんや。いや、なんかいろんな人がやってたやん、司会途中で。へぇ、ワンシーズンか2シーズンまであったような気するけどな。そっかそっか、うん、いや、どっかでやってるとは聞いてたんやけど。あとはもう大食いたまに復活でやってるぐらいやわ。いや、もう大食いは今もう大食いダメやからな、うん、地上波ほぼ、うん、あれはしなくていいよ。うん、でさて、そしたらそろそろアンケートの結果を見ましょうか。ドンしますか。よいしょ、じゃあアンケート終了します。終了します、はい、これどっかに結果出んの。出てくれ、あ、出てくれた、出ましたね。はい、87票の内訳が、はい、1から5体持ってる方が 58%、 まあ半分以上っていうことで、ですね。6から10持ってる方が 24%、 まあ大げさに言えば3割と、3割以上というか4分の1ぐらいか、ね、4分の1、うん、で11から15体持ってる方が 12%、 これだいぶ減りますね。ね、そして16体以上持ってる方が 4% ということで、あ、これもだいぶ、だいたい買ってるっていうなるもんな、16っていうか、16以上っていう、もしくは双子がいるとか、まあ、もしくはあれやね、うん、その時のは好みじゃなかったからっていう、うん、まあね、そうやね、これはちょっと端的に分かりますね。いやいや、ありがとうございます。シンシアさん、ワルド猫さん、こんばんは、いらっしゃいませ。ブライスの顔をマット肌にカスタムすると加水分解しやすくなりますか、ということで。それは加水分解、マットの塗料が、いや、普通のアクリル系だ、アクリルというか、普通の缶スプレーだったらそんなことはなかなか基本ないですね。ないと思う。だからその加水分解してるブライスは何体かあるけど、うん、あれはその何、ウレタン塗装というか、そうやね、ウレタン系のマットとか使わなければ基本大丈夫ですよね。うん、うん、でさ、アマプラでテレビチャンピオンやってたんですね、知らなかったということで。そうそう、私もなんかアマプラやと思ってなかった。いや、アマプラがというか、アマプラで、うん、やってたんよ、その過去にやったやつを、過去にやったというか新しいやってたんよ。見えん文字が、うん、あれ何やったっけ、アマプラで俺見てたんよ。あ、アマプラで見てた、昔。へえ、昔はなんかうちアマプラしか契約してなかったもんな。そうそう、アマプラ、アマプラ勝手に契約できるからな。そうやな、なくなったんかな、テレビチャンピオン、アマプラの。実は別のとこでやってたやつが一時的に置いてきとったとかではないの。そうそうそう、CS とかそっちでやってた分かもしれんし。そうやね、その可能性はある、ね、だってあれで俺岡崎さん見てたもん。ああ、そっかそっか、今はない感じやったね。今はやってないかな。うん、まあ、ちょっとまあそこは調べといてもらって続きいきますね、うん、スタジオオーズさん、お迎え人数も気になりますが、皆さんのドールやその他ドール雑貨などのための年間トータル費用が気になります。金がないのにいろいろ注ぎ込む自分が怖いということで。うん、まあ確かに金額というか、みんながドールのためになんかこう月いくらぐらいまでなんか使えるっていうのはちょっと気になったりするときはありますね。だから 毎月なんかドール1体分ぐらいの予算を組めるのか、もうそれこそなんか年間で買いなんか数体の分で、それに対して買いなんか服とかに行ってるのかとか、いろいろありますもんね。内訳もあるし、うん、うん、確かにこういうのってあれやね、アンケートで買う、どういう風にしたらいいんやろ。もうここではなかなか金額になってきた。むしろなんかあれやね、アンケート企画みたいな時にやった方がええんかもしれんね。うん、うん、ウサンチさん、テレちゃんはお菓子王で海苔のかけら1ミリぐらいの商品当ててましたが、あれはやらせかなって。どうなんでしょう、そういうのって分かる人は分かるんかな、それともなんかもうどこがやらせなんかが全然分からんですもんね。まあ出とる人は確かにすごかったけど、うん、結局そのカルトクイズの、うん、カルト Q の分のあれやから。そうやね、確かに。私は技術系がやたら好きやったんですけど、テレビチャンピオンどれやったんかな。うん、でもやってたんよ、なんか横になんか復活番組のなんちゃらって書いてあるの、これいや押してくれてよ、これはだけ特別番組、特番やけど。そっか、アイクが司会してたんやって。おう、なんて言ったら出てくんかな。なんかいろいろと私見てないもんやからすみません。どこまで行ってたっけ。
キャンディキャンディさん 12% のお迎えでした。ブライスどうしても魅力的で増えてしまいますねっていうね、うん、なかなかねあの加減難しいですよね。いやでもまあその予算の中で買いなんか可愛いなと思ってからお迎えできる分には全然構わないと思いますもんね、うん。ウサンチさん、テレちゃんは私はジオラマが好きでした。ジオラマとかあの作る系は楽しいですよね。あのもう作る系のやつが出てきたらすごい私も楽しみにしてましたね。ケイレドさん、すいません、お先に失礼します。ありがとうございました、はい、お疲れ様です。あ、そうか、日付変わってるからちょっと曲をエンディングに切り替えていきますね。よいしょよいしょ、はい。シンシアさん、ありがとうございます。削ってマット肌は大丈夫なんですね。いつも教えてください。ありがとうございます。わかったわかった、参考になります。テレビチャンピオン極みや。あ、極みってなんかそういえばそう BS テレ東や。あ、それで一時的に その BS テレ東版をやってたんよ、アマプラで。まあ一応テレ東はテレ東なんやね。テレ東テレ東、うん、でそこで岡崎さんの見とって、あ、若かったん覚えとんよ。ほんで幽霊堂見た時に、うん、こいつ見たことあるなと思って、誰やったっけ、あ、テレビチャンピオン出とった人や思って。まあな、確かになんか文房具王って言うもんな。そうそうそう、うん、だね。いやー、そっかそっか、テレビチャンピオン極みや。あ、そっか、今はアマプラはない。今見たけどなんか見れて検索できんかったけん、どうなんやろ。ああいうんって多分あの何、ユーネクストとか、ああ、あっちが強そうやね。あっちが強いかもしれんな。うん、見れるんから、BS って結構難しいもんな。うん、せやね。うん、また、あの、一般人が出とるやつって、うん、結構権利鬱陶しいんよ。ああ、そっか、いつまででもは無理なんよ。うん。ベスさん、極みラーメンかと思ったっていうのがね。そうやね、なんか、こう、極みっていう響きがね。うん、テレビチャンピオン今やったら、まあ、問題も増えるんやろな。まあな、昔なんかあのガラス選手権好きやったけどな。あ、ガラス細工選手権か。うん、うん、だからそれこそ一時見てたあのソーイング B とか。ああ、ソーイング B な、うん、うん、NHK やって吹き替えの方がめちゃくちゃおもろいんよ。そう、なんかあの手のやつが、昔のなんかテレビチャンピオンを彷彿とさせてなんかすると楽しかったりとか。うん、うん、性格出るよな、うん。で今なんか同じくなんかあれ英国やったと思うんやけど、うん、あれなんや、あのパンとかケーキとか焼くやつをやってるやん。 あります、うん、なんかベイクなんちゃらって書いてあるやつ、うん、あれなんか似たようなん結構あるよ、うん。いや、あれもなこの前ね、深夜寝室の方でか、もうなんか古いテレビがもうバカになってしまうとってかになんかもう E テレしかかからんなったんやけど、 そうやね。それでかかかっとってかになんかうわおもろとかでか見よったんやけど、あ、うん、あのシリーズってアマプラでなかった？ソーイングビーもあの吹き替えじゃないけど字幕の方はアマプラに一時来とったから、うん、そうやね。そう、あのね、あれ吹き替えやったらなんかかけっぱなしでかい見るのにとか思うんやけど、吹き替えやったらみたいな、なあ、字幕やったら見よらんかったらなんか何の話しよるんかわからんなるじゃないですか。だから作業中にかけられんのですよ。そうやな、吹き替え版、うん、DVD とかブルーレイコーダー吹き替え入っとんかな。ねえ、いや、それ入っとるやつを見たいとか思うんやけど。見たいな。だから NHK で放送してくれたらちゃんと吹き替えが入っとるやないですか。うん、でかこの前もそのものなんかその NHK のってあれ U-NEXT 入ったら NHK 見れるんかな。どうなんやろ。あ、そうそう、のぶりんさん、ベイクオフ、それそれ、私も好きで見てますっていうか、そう、ベイクオフ、この前なんか、カナッペ対決しよるときのやつをちょっと見たんやけど、司会の人が、うん、みんな頑張ってみたいな、なんか、ダジャレできとるやつがあって、はいはいはい、翻訳がダジャレになっとんやけど、なるほど、元のやつも韻を踏んどるんかっていうのがすごい気になって。あ、うまいことやってるやな、その辺は。ね、だから、その元の英語のやつもなんかちょっと字幕かなんか出ませんかと思ったんやけど、一瞬で切り替え無理やから、無理やな、ちょっと両方見せてっていう気分になってた時があって。ベイクオフってやどっかないの？どうなんやろ、アマプラとかでないの？またこれもアマプラとかにあるんかな。いや、でもどうせ吹き替えないんで。だから日本語で喋って英語字幕が出ててほしいのよ、うん、気分的には。ああ、わかるで。うん、そこはね、ちょっと思ってしまったりしてね。
ペスさん、極みラーメンかと思ったら、やっぱ U-NEXT やで。あ、U-NEXT か、そうか、そうか。あ、でも、アマプラでもあるぞ。うん。うさんちさん、もう、こんなに出てたのね、グッズも考えなしに食べてました、ということで。いやいや、もう本当にね、いろいろ出てますよ。え、ベイクオフあるやん。あ、いかん。字幕版。字幕か。ああ。プライムはシーズン8もあったんや。そうやね。大変なことになってる。じゃあ、あれか、U-NEXT。うん。あ、Hulu か。ああ、Hulu か。うん。ちょっと続き読んでいきますよ。でもあれじゃん、 YouTube にもあるんじゃん多少ん、ちょっとは。あー、そっか、 YouTube でかい、なんかちょっと上がってるパターンとかありますもんね、うん、どうなんやろ。まあまあまあ、ちょっと続き読みながらいきますね。羽原美原、私はプリンの極みを思い出しました。あー、プリンの極み、全くことない。あー、いろいろありますね。キャンディキャンディさん、ガラス大工懐かしい、あれ私も好きでした。芸術ですよね、もはやっていう、うん、もうほんとね、作り物系はワクワクするね。U-NEXT ってやっぱりなんか、うん、結構何を、邦画も強いし、うん、おもろいな、ね。キラとかいさんと、ソーイングビー楽しかったですっていうね、ソーイングビー面白いですよね。一時なんかめっちゃ録画して見てましたもんね。見よった。あれなあ、ね、またでも、まあ、あの手の分ってやっぱりその何を、うん、リアルショーというか、うん、あの手のやっぱりええしな。ねえ、でまたその限られた時間の中で工夫して作っていくんやけど、うん、あの凝ったかばっかりに時間が足りになったりとか、はいはいはい、うん、すごいなんかいい記事なんやけど、それってものすごく技術がいるとか、うん、そのなんかあの葛藤がすごいなと思って。まあなあ、うん、いやあれは面白いですね。結構なんか、うん、何を各そのサブスクのとこでオリジナルのがあるから、うん、それも見たらおもろいんかもな、ね。だってネットフリのその、うん、何リアルテレビショーというかその分の子もめちゃくちゃやもん。めちゃくちゃなんや。めちゃくちゃなんがある一つ。あのちょっと言いにくい。あ、そうか、うん。うん。じゃあそれはちょっと流して。あの、うん、男女が、うん、若い男女が集められて、あ、そのあバチェラー的な。バチェラーはもう俺はどうでもええんよ。うん、バチェラーはなどうでもええんやけど、うん、その。あのジレンマやったんかな、んあるんよ。ああ、あれか。そう、うん、ちょっとそれは言いにくいな。なかなか言いにくいんやと本当に、うん、でも、うん、あれ見てたら、うん、その各国でやっとんやけど、うん、ブラジル編の中で、うん、めちゃくちゃなやつが出てきて、うん、男2人が、それがまあなんかあれなんよ、うん、こいつらむちゃくちゃすんな思って、うん、むちゃくちゃなんや。そうそう、まあまあその辺はちょっと一応あれゲームにもなっとんよ、ネットフリの。はあ、まあ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 、それはな、うん、言いにくいのはなんとなく分かりました。言いにくい、はい、うん、分かりました。うさんちさん、関係ないけどプラも作ろうが好きです、勉強になるしっていう。あ、ね、あの参考になるやつええですよね、うん、うんうん、あ、そうそう、のぶりさんのそのベイクオフはね、うん、あ、ダジャレがどう翻訳されてるかおどけた顔して言ってるんで、多分同じようなこと言ってるのかなっていうのがね、そう、そこを私はすごい知りたいっていうのがありまして、うん、いやいや、うさんちさん、ライブありがとうございました。台風はどうなるかな、いい、おやすみなさいということでね、台風これからね、どんなになっていくかわからんですけど、明日がどうなるかやね、うん、まあね、荷物が届いてからもちょっと気になるけん、うん、もうね、気をつけていきましょうね、うん、お疲れ様です、ありがとうございます。ベスさん、まさかのバチラーって、バチラー見たことないんですよ、バチラーっても見たことないんですよ。いやもう何よ、ネットフリにジレンマっていうのがあるんよ、うん、それに比べたらバチェラーなんかもうもうなんかもう、ああそうですかぐらいの感じよ。バチェラーの駆け引きなんか見てて、うん、はいはい、お子様ですねっていうんがあれお子様なんや。もうネットフリのジレンマっていうやつだけはルールがめちゃくちゃやし、うん、これほんこれむちゃくこいつら和ややなっていうんがいやそれね、この前なんかタクスになんか説明聞いたけど、ほんまに和やです。そう別におすすめはしませんいやでもなあもうこの時間帯やけん、そのお子様がおらんから言うけど、まあまあ、男女の若い、うん、そのなんかこうテレビリアリティショーがあるからって呼ばれるんよ、うん、で南の島の開放的なとこによって水着で生活するんよ、うん、でルール説明があるんよ、うん、ほんだら何日以内に、うん、何日の間に、うん、そのいやもう聞いてる限りなんかほんまに下世話です。下世話。いやベストはネットフリジレモですね。後で調べますっていうね。あ、もう見なくてええよ。本当に下世話やで。もうむちゃくちゃや。
まあね、もくもくまさん、ライブ久しぶりにリアル参戦できて楽しかったです。ありがとうございました。おやすみなさいということでありがとうございます。さとちかさん、ソーイングビームもベイクオフも好き、ブライスのアウトフィットを集めてなかなか実践できてませんが、写真集のつもりで見てます。いいね、今年はかぎ針編みで下手くそながら作って着せてます。またライブ楽しみにしてます。おやすみなさいということでありがとうございます。よそぱるもさん、久しぶりに参加できて楽しかったです。次のライブも楽しみにしてます。おやすみなさいということでありがとうございます。ベスさん、賞金理性か愛本能かっていうのはね、本当なんかもうバチェラーがもう本当子供の見るもんや、本当にマジで あれ子供の見るもんかっていうバチェラーなんかあんなもん学級会よ学級会どうでもええわっていうぐらいのいやあれは見たことはないんですけどね、ジレンマはもっとアホやからアホなんや、ジレンマ見た時に噂は聞いとったんよ、うん、なんかネットフレでとんでもないバカなんがあるぞってバカなんまあ見てから本当アホやなこいつらっていうまあそれを楽しむために作られたんやと思うんですけどね、うん、いや本当それがだけでもネットフリの企画ってたまにおもろいのがあって、うん、その各界の、うん、その何よ筋肉自慢を集めて、うん、競技を指すんがあるんよ、うん、それが本当に、あの何よスポーツ選手呼んでくんよ、うん、だからオリンピックの元ハンマー投げ、オリンピックの重量上げかと思ったらボディービル、うん、でかと思ったら YouTube で登録者のめちゃくちゃ多いボディービル、うん、で男女関係なしなんやって、うん、でそれで今からじゃあ一次予選しますとか言ったら、うん、世界各国呼ぶよ、うん、まあアジアが多いのは仕方ないんやけど、うん、ほんだらまず上の棒にぶら下がってください言うて、うん、残り50人になるまでぶら下がってください言うて、うん、それとどん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 減していくとか、うん、だから超ガチの筋肉番付をやるんがあるんよ。ああ、そんなんもあるんや、うん、え、それタイトル何？それ多分ハンドレットやなんから、え、マジだけどそれもずっとシーズン2までいっとるけど、それはなんかやらせとかうんのじゃなくてもうガチの勝負やから、うんうん、筋肉番付っていう響きもなんかすごい懐かしい気がして、いやもうほぼやっとることはガチの筋肉番付よ。ああ、そっか。だけなんかあの筋肉美が見たい人は見ればそういうのもあるんやね、うん、なんかこう私ネットフリがなんかほぼアニメを見るやつになってしまうとるから、いやええと思うよ、うん、もうね、破れた稲荷寿さんお疲れ様でした、また参加させてくださいね、台風被害がないように祈ってますということでありがとうございます、皆さんも気をつけてください、もうね今回台風どんなことになるかわからんから、もう備え特に越したことないので気をつけていきましょう、うん、ベスさん本日の名言バチラは学級会そう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 、ほんとほんとジレンマに比べたら何でもないよあんなもん、そうかまあ金持ちが騒いでんなぐらいの感じでいやいやまあね、キャンディキャンディさんとんでもなさそうな番組いつも面白い動画やライブありがとうございます、台風に気をつけてゆっくり休まれてください、お休みなさいということでありがとうございま す、もうね、まあ、ジレンマは見んでええからね、見んでええよ、あれは、まあ、あの番組の説明だけ見てやめてと思うわ、う誰かがまとめと見たらなんかもうとりあえずなんか内容説明わははって笑うてかね、閉じってやつやな、うん、うん、まあね、あベスさんハンドレッドですね、それも調べますって言うんで、うん、ネットフリのオリジナル企画、うん、ほんとなんかイカゲームの実写版みたいなことを本当にやるんよ、ガチのやつを呼んできて、まあね、そっか、マジかこれみたいな企画があんのよ、うん、あ、うん、ネットフリは限定のやつほんまいろいろあるもんな、ネットフリはやっぱりなんかまあ一番そのまあ儲けてるとかあるけど、まあだんだんその登録者数とか減ってきたのにネットフリって飽きてきたっていうのもあるけどな、でもそのためにはこう新しいのボン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 やってくれるから結構やっぱすごいなと思って、オリジナル番組やっぱり昔から好きなのだけ、人形好きの人だとかやったら、まあおもちゃ好きの人だったら僕らを作ったおもちゃたちかな、あれ面白いね、あの分の中でバービーの会があるんよ、でバービーの会の中で実はブラッツの話もしとんよ、あ、いかにしてバービー側がブラッツを潰したかっていう話もこっそりやっとんよ、うん、私スターウォーズのおもちゃの話とか好きでした、あれええ ね、うん、あれあれじゃん、あのブライスの、ケナーも出てきて、ケナーが、うん、やの話よ、そうそう、うんうん、そうそう、あれも面白かったね、うん、どこまで言ってたか、ネットフリは結構うち結構好きなのいっぱいあるんで、うん、ネットフリー私ね、あのちょっとね数日前ね2日連続で買いなんかサマータイム連打を全部見たんですよ、あれはネットフリー限定やったのがなんかその後他でもやったと思うんですけど、普通に SF と言うたらええんかな、
SF どうなんやろ、だからなんかミステリーに、ああなるほどなるほど、うん、ミステリーにそのオカルト要素というか、うん、うん、その怪異が入ってくる感じかな、なるほどな、うん、そういうやつやったんですけど、あれはなんか続きが気になりすぎて一気に見ましたね。でもそれ好きなやったらシュタインズゲートも見てほしいんよ。ああ、そうか、そんだシュタインズゲートちょっと次、いろんな種類あるから いっぱいある、あるある、うん、そっか、ちょっとね、グリッドマンとかも気になっとってね。あ、グリッドマンもね、うん、どっち先に見たらいい、うん、グリッドマン、はい、OK。 そしたらピンクソルトさん、今日もライブ楽しかったです。並んでいるブライスを見たらグスマになってもうこんなに出たんだなと感慨深いやら恐ろしいやら、次日の流れが早すぎてっていうのはね。あ、そうやね、思った以上にね、やっぱりねペースアップしていきますもんね。まあね、うん、本当にあの月1が戻ってきたらこうなったんかっていうのが、そうやね、だからもう本当に2月に1つぐらいやったのがなんか徐々にペースが、うん、出てきてる感じはしますよね、うん、もうこの感じでかい、なんかずっといてくれるんかなっていうのは。まあなあ、ね、うん、ともちゃんさん、ライブ見ながら久しぶりにブライスさんをめでてました。今日はありがとうございました、おやすみなさいということで、ありがとうございます、お疲れ様です、失礼します。ピンクソルトさん、台風被害が大きくならないことを祈りつつおやすみなさいということで、ありがとうございます、まあ、来るのが分かってた準備は ね多少なりともできますので、ね、ベースの僕らを作ったおもちゃたち、へえ面白そうっていう、これは本当にいろいろ面白いですね。いや、ネトフリの方は本当にあの、うん、まあ、メンバーの方でもよく例えて出てくるけど、うん、権利関係の話とか、うん、すごくそういうネタ多いよ、うん、だけあの何よ、ブラックベリーの開発の話とか、うん、あとは何よ、ペプシの話があるのよ。ああ、うん、あの、あれもすごく面白かったし、裁判の話も出てくるから、うん、すごい面白いドラマの分が、あの実話をドラマにしたのが多くて、うん、結構縁よ、うん、そうね、うん、ピンクソルトさん、サマータイムレンダーめっちゃ面白かったですね、当時のクールのアニメの中で一番楽しみでしたっていう、うん、はいはい、何気にあの当時で24話あるって珍しかったもんね。なんか見始めてもう第一話なんかこれ止まんねえなになって、あ、うん、だからあのもう強制的にあの私このアニメがかかってるのはミシンの横なんですよ。そうやね、うん、もうここに座った時だけかけるようにしとって、うん、そしたら作業はかどるはかどる、あ、うん、お迎え所間に合ったっていう感じになってまあ重要なとこは手を止めてそうそう、だん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 3話4話でルールが分かってくるな、うん、ははなるほど、これ帰るな元にとか思いながら、うん、そうそう、ははなんやけど、あれこれなんか元々のとこに帰らんぞってなってきたりとか、うん、なっていくから、あれはね、あの次どうなっちゃうのがずっと続いて、いや、うん、だったらもう、あの海外ドラマ苦手やって言うけど、うん、ロストとか見てよ。いや、ロストは見ましたやん一緒に。後半もうわけわからんやろマジでロストは見ましたやん、うんうん、いやいや、もうね、久しぶりになんかめちゃくちゃ引き込まれて一気見したわ、よかったよかった、ありましたね、うん、江田京子さん、おろす猫さん、お疲れ様でした、今日も楽しかったですということで、ありがとうございます。いいよ、お疲れ様です。まあ、そろそろ本当にそうやね、ね、そうやね、もう半過ぎたんで、まあ、でもだいぶ早いよ、うん、そうやね、いつもみたいな感じ1時半とかそんなにならんからまあね、ノブリンさん、高富が終わってからおろす猫さんのいろいろな動画本当に心の支えになってました、ありがとうございます。グスマブライスもこれからも楽しみです、今日も楽しかったです、ありがとうございましたということで、こちらこそありがとうございます。まあね、まあ、ね、この終わってから、うん、ブライスの動画もうなくなるんちゃうか思っとったもんね、うん、まあ、あ、作れなくなったと思ったもん、うん、でもまあ出ない間こそと思ったから、うん、そうやな、その間もなんやかんやでそこそこ動画も作れたし、うん、いや、よかったなと思ってるからね、うん、あの時やっぱりその YouTube やってて、うんうん、そうやね、知ってほしいと思うことをこう発信できるっていうその、うん、なんていうツールが無料で用意されとるってええなと思うから、そうやね、うん、まあ、これでかい、またグッスマブライスがこっからも、まあ、もうすでにね、あの発売前の子が3体もう名前が出揃ってますし、まあ、正直、うん、あのもっとあ出とるよ、うん、多分ね、もっと次もう来年1月とか、うんうんうん、あの辺のブライスとかもう出てるし、うん、別にありますね、うん、なあ、だってもうちょいちょい、ね、ジャムコードとかバーコードまでもう出てるもん、そうやね、なんかこう名前ポロポロ見えよったりはしますけど、見えてる、予約分受けてるとこいっぱいあるし、うんうん、ほんまに届くんか思うし、うん、まあね、そんなんも出ながらですけど、まあこう見守っていきつつ、うん、また勝っては紹介しつつやっていこうと思います。ツナカンさん、バルターズゲート3という洋芸してて今気づいたんで、アーカイブ楽しみにしていますということで、懐かしいですね、あ、懐かしいんや、バルグ分かりますよ、おー、い
やいや、またアーカイブしますのでよろしくお願いします。そしたら今日はこの辺にさせていただきます。ゲート3はあれか、分かる、いや分かる分かる、うん、そしたら今日はこの辺にさせていただきます。最後までお付き合いくださりありがとうございました。おやすみなさいませ。失礼します。どうもありがとうございます。おやすみなさい。